いやー、節分だね。季節から入ってる。節分。あれ、なんか赤鬼と青鬼ってのは聞いたことあるけど、黄色い鬼がいるなぁ。もう全然僕が出てきたらちょっと気をつけてくださいね。僕出てきた後赤出てきます、ね。いいねー。いい感じだね。いい感じだね。じゃあ青は安全なの。青安全なの。青は安心していいの。青は別に。投げなくていいですね。泣いた赤鬼では赤鬼の方が優しかったけど。あんまり豆なくなっちゃうからすぐ。青の時は貯めときなよって豆を。ああ。なるほど、ね。黄色出てきたら気をつけて準備してね。注意。注意。注意。青も鬼だから。鬼は鬼だからね。鬼は鬼だから。ね、あれ、真っ白な鬼が来た。うわぁ、なんかあれだ。なんかありますもんね、なんか突然変異みたいな、突然変異みたいな、ね、あんまり言わないですよ。そうこいつも今一瞬あ言っちゃいけないんじゃないかって鬼差別になるからあんまり言わない。鬼がいないですか。ちょっとなってましたからね。鬼がいないから別に。なんか、自然と入ってますけど、我々自然と入っちゃったね。いいんです、別に。そもそも3人の番組じゃないですそうだよね。はい、ききなんか自然と入っちゃった。自然と入っちゃったっていう。いやだ、自然と入っちゃってる。自分が一番笑ってるんです。じゃないんだよ。なんで入っちゃったの？何俺って。ダメって言ったじゃないの。そういう感じじゃないです。違うんです。違うの。何を言ってんすか。あれだな。え？大変だね、しかし。こっちのセリフっすよ。緊急事態だよ。緊急事態だよ。あなたたちの問題がずっと。あなたたちが緊急事態でしょ。今更驚かない。だから政府が緊急事態って言っても、はい、こっちはもともと緊急事態。冗談じゃないよ。ねえ、うん、そうですね。要所要所で。要所で緊急事態だよ。本当ですよ。延長しないように気をつけてください。延長しない。延長しますかって聞かれちゃったりなんかしてな。もう1ヶ月延びちゃったりして。延長しますか、じゃあ電話しますみたいな。いいっす。なんか多いな、下が。しかし、ヤスハが破局したな。それかい。パキスタン人と。大丈夫かな、あれ。心配になっちゃった。あっちも緊急事態だよ。緊急事態。あの人は常に緊急事態だよ、ヤスハは。人生が緊急事態なんだから。緊急事態でいろいろね、うん。解除しないんだから、一切。一切解除したことないんです。それで注目をやっぱ浴びてましたね、基本的にね。花田雄一も感動されちゃうしな。なんで緊急事態が続いてるの、世の中。あ、そうなんだ。寝耳に水だったらしい、あれ。え？そうだよ。止まらないですね、緊急事態。僕は息子のことは感動してますから、さらっと言うから、ね。そんな感じで言うんだ。ねえ、マサル氏と同じような言い方してる。マサル氏って言った時もびっくりしたけど、家族を驚かすね、あの人はね。サプライズ好きなんだ、ね。サプライズ好きなんだな。一応ね。花田。どうしたらいいんだろうな、あれ、花田は。どうするんすかね。まあちょっと花田に関しては何の興味もない。ない全然知らないです。ちょっとごめんなさい。失礼じゃないかと。なかなか、それ人それぞれ。靴を待ってる人がいるんだよ。いや、そうですね。靴職人として ね、それは立派になってもらいたいっつ。立派になって。けどね、我々。お前が言うことじゃないよ。そうでしょうね。関係ないか、確かに。花田が聞いてたら怒ることでしょう。まあそうだろうな、そりゃ。呼び捨てだ、ずっとお前。花田が。あいつは年下ですから、別にいいんですよ。そりゃ。花田年下。花田年下でしょ。年下か、でも。そうよ。あとでーっつってた時な。あの時は確実に年下で。あとでーっつってた時。そんな時はそうでしょ。いや、それ、お父さんは年上ですよ。お父さんは年上。そりゃね。ちょっと自己紹介していいですか。そうですよ。はい。自己紹介、まあ、名乗ってないんですよ。あ、そう。俺も名乗ってないけど。本当だな。基本名乗ると、習ってきてますけどね。今日匿名でやろうか、匿名で。匿名っつっても、いや、一応爆笑問題からポイントは言ってますからね。匿名で誹謗中傷しちゃう。生まれますから。今日のゲストは？あ、どうもすみません、原市さんです。原市岩井です。すみません。お願いします。ありがたいね。お邪魔します。こういう時はね、いやいやいや、もう大変ですね。ピンチヒッター来て、ね、いろいろ出てますね。いろいろ出てるのもうフル稼働だもん、俺なんか。太田さん忙しいわ。やっと売れたと思った、ね。今？やっと売れた。今売れたと感じてるんですか？うん、ピンクレディの気持ちが。寝る時間ない。そんな感じだったのかな。そんなに忙しいんだって。みーちゃんの方だよ。
いや知らないです、うん、2人とも忙しかった2人とも忙しかったでしょ別に片方だけじゃないケイちゃんはやっぱ倒れたりしてたからあの時そうなんですかそうだよケイちゃんは病気なあれなんだっけな盲腸かなんかあ、ね、えあそうなんですかなんかお菓子食べ過ぎじゃなくてお菓子食べ過ぎそれもさあんま言わない方がいいと思うんだよ俺お菓子業界怒ってくれるそのうちお菓子の仕事もしてるでしょうし結構お菓子食べ過ぎじゃないからね実際は実際、まあ、そうでしょうね、そこまでね、うん、そのあの脂質が高かったってのは確かに多少は高かったんで、はいはい、お菓子食べ過ぎでそうなったわけじゃないしだからお前らとなちょうどお菓子そうそうですよ。そうすよ。お前らが息の根止めたみたいな。世間的にはな。まあまあ、ね。世間的にはそうなってるよ。あの時結構食いますからね、お菓子からね。めちゃくちゃ食いますね。あれが良くなかったんじゃないかみたいな。関係ないですあれは。いやもう陥落ですね。お菓子王国。陥落だね。そうだ、返上だね。いや、そうですよ。それもちょっと言いに来たみたいなとこあるんですよ。だから我々はずっとやっぱ争ってきましたから。そうだよな。その人が。お前関係ないだろ、だって。俺も戦ってたじゃないですか。お前、茶坊主だろ？茶坊主でもありますけど、前回だって、準優勝でしょ俺。あ、準優勝だっけ準優勝だっけ準優勝でしょ一応ね。俺じゃなかったっけお前はめちゃくちゃ酷評されたんだから、大田さんにあの、遠足のお菓子のやつで。マジで、俺、本当に大田さんに遠足のお菓子のプレゼンが下手すぎるって言われて。あ本当にね、次の次の日ぐらいまでちょっと落ち込みましたよ、ね。なんか。プレゼンがね、あんなに言われるんだと思って。どんなプレゼンやってたんだっけいや、なんかこの、うん、あのね。お菓子の。なんだっけ説明、お菓子、ただただ、まあ、お菓子の説明をしたんですよね。うん、まあね、これはこういうお菓子で、うん、これのなんか新しいやつで、みたいな、うん。お前のはプレゼンじゃねえって言って、うん、ただの説明だった。ああ、そうかそうか。俺が遠足に持ってった。スティーブ・ジョブズをもうちょっと見習え、みたいなことそんなこと言ってないです。全くそんなこと言ってないです。あ、そうか。そうか。お菓子選挙も、総選挙っていうか、お菓子王子決定戦。お菓子王子決定戦も、どうなっちゃうんだろうね。いや、それでも田中さんが戻ってきて、うん、お菓子もまあ、お菓子、お菓子ゴーサインでたら、我々はまた戦いたいんですけどね、うんうん。いや、だからね、あいつもなんか、この間、昨日か聞いたら、はい、なんかすっかりもう元気になって。あ、そうっすか。そうなんですか。うん、退院はされてるんですもんね。退院して今自宅にいて、はいはい、で、それこそ療養みたいなんで、なんか、まあ結局さ、俺をあんま電話できないんだよ。あ、なんか言ってましたね、うん、先週。そうそう。なんかこう、怒らせちゃうと。怒らせちゃうと。あの、体に悪いって言って。絶対怒ったろ。そういうこと。俺と話しちゃうと。絶対怒ろう。絶対怒ろう。なんだよって。血圧を受けちゃいけない。それがね、それが一番いけないんですよ。いけないんだよ。だから俺はあんま電話しちゃいけないんだけど、ね、なんか、ま、かといってね、別にね、うん、要は、あいつの場合、なんつうの、血管というか、あの動脈の、はい、解離ってやつだから、はいはいはい、うん、なんだかその原因は分かんないわけで。ああ、なるほど。ただし、別に、言われてるような、血栓。はい。血栓が詰まって、血管が詰まったわけじゃないから。はあ、はあ、はあ。要は、解離したところ、避けたみたいなところが、そっか血がちょっと出、はい、ちょっと出ただけなんだ、うん。だけど、普通に皮膚切ってもさ、こうやって、ちょっとこう、血がちょっと出て、はい、はいはいはい。そうそう。ほっときゃさ、皮膚ってくっつくじゃない固まりますね。はい、今、あの状態なんで。あいつ。自然と自然治癒。あ、そうなんだ。じゃあ、本当に、今一番。化け物じゃないっすね。化け物じゃないっすね。あいつはもう弾取ったりさ、ういう、はい、なんか知んないけど、体から引き離したりなんか、しょうがなく仕方なく取ったんですよ。つけたりとかさ。アダムスファミリーみたいな。一人でね。ドゥ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 ンってやつなんだよ。だから、結構、キス病の時もそうだったんだけど、扁桃腺取ったりなんかさ、したんだよ。で、あいつ変わった体してんだね。いやいや、だからどんどんちっちゃくなってる。だから関係ないわ。肉体をどんどんさ、関係ないっすね。取るためにさ、ネタが増えてくる。病気になって大変なんですから。災難が多くても大変なんですから。本当に切り売りするってそういうこと。切り売りする。もう体張った系だからさ、あいつの場合さ。もうすぐ切ったはっただから。切ったはっただから。だから、いわゆる血栓で、はいはいはい、だから、つまりお菓子とかそういうことではないってことだよね。じゃあ、いけんのかな、お菓子王子いけんでしょ。いけると思う。でも、本当に、今、太田さんが田中さんの代わりにいろいろ出てるじゃないですか。うん、県民賞なんかも、この間取って日本撮り。麻雀のやつとかね。麻雀のやつ。M リーグひどかったわ。マジで。
なんか本当にどこ行っても評判悪いんだ、マジで。 M リーグはねひどかった。だって麻雀好きがやっぱ見るわけでしょ、 あれはさ。全然もうめちゃくちゃもう全く VTR に行かないの。あんなね滞る M リーグ初めて見た。みんな苦笑い。スタジオのみんなが苦笑い。いやゲスト4人もいるのにだって。そうそうそう、誰にも振らない。振らないね。振ること知らないからさ、俺さ。やんなっちゃうよ。俺この間お邪魔しましたもんね。え？あの何が？爆砲。あ、爆砲。それでこいつがさ、そうそう、はい、また爆砲がね、はい、田中が突然倒れたもんだから、スケジュールがみんな忙しくて、はい、で普通だったらさ、あの慎吾とかね、はいはいはい、俺らあの辞めちゃった、はい、あのクビになっちゃって、クビになってるんですね、吉本と揉めて、あの揉めたとかもあるんだ、西野と、あの西野のなんかいろいろごちゃごちゃ詐欺の方に行っちゃった、でもね、西野さん別に詐欺師じゃないから、そういう噂もありましたよね、新手のオレオレ詐欺ってみたい な, なんかネズミ子みたいな、オレオレではないですね、ネズミ子か、ネズミ子とか言われてます、ネズミ子言われたのは、ね、西野子っていう信者の間で言われてる、ね、みたいな名前、プペル子みたいな、あんのかな、あれをもうあれをね、マスコットキャラとして、ね、マスコットキャラとして、ね、プペル子みたいなやつ、プペル子、あれ以降ね、があればMC でやるんだけど、だいたい爆砲のスタッフってさ、はい、俺を一切信用してない。なんであんだけやってて、俺だってできるっつうんだよ。あ、まあ、いや、そう、普通に太田さんやればいいね。だって別に検索ちゃんとかだったらやってたよね。やってんだ、俺だって別に進行できるんだよ。サンジャポにしろ爆砲にしろさ、一切俺を信用してないんだよ。俺が触れないだろうと思ってんだよ、人に、はい、人にね、ね、なんとか急いで代役をっていうね。そうそう、代役は代役だっつってばっかりやるんだよ。でも検索ちゃんも別にできてなかったからさ、今考えたらできてないわ、うん、いや、ちゃんとやってたよ俺は。パネラーがみんなしっかりした人だった。裏回しだらけ。中央で裏口だろ俺が。嘘やばかよ、裏回ってねえですって、こっち言ってねえですよ。本当にこんな M リーグは嫌だ。その見本みたいなやってた、ね、こんな M リーグは嫌だ、司会が誰にも振らない嫌ですね。麻雀に詳しくない。詳しくない。嫌だよ、うん、それは。だからそれで爆砲で田中いないっつって、はい、誰かいないかって急遽探してさ、うん、なぜかこいつ一回も出たことないんだよ。いや、そう、澤部出てるの見たことないですよ。ね、はい、いや俺も意味が、それがメイン MC だよ、澤部、はい、が。いきなり俺から始まるんだから。あ、そうなの。何の番組だ、わかんないんだ、いきなり。いきなり、ね、回しちゃうよ。林修もいないのにさ、若者顔で澤部。林修とセットじゃないですか、別に。バーターじゃないの。林修とずっとバーターじゃないですよ。助手じゃないのよ。たまにバーターなだけですよ。林修も。ずっとじゃない。最近何にも教えないな、林修も。よく見てると。人から教わってんだ、林修。すげえ俺に言ってくんだよ、最近。最近教わってますね。教わってんだろ、変な専門家と。教授、なんかその生徒の方に座ってね。生徒の方に座って。先生出てきて、お前教える側じゃないのかってさ、それを俺今でしょって一言も言わなくなったから、もう言わないです今でしょ。確かに何なんだあいつは、ただの優等生みたいな、かたくなに俺ら振っても今でしょもう絶対言ってくれないですから、なんで言わない、今じゃないでしょと思ってんのかな、もうなんか過去のもう過去でしょみたいな、だったら全然サービス精神旺盛だし、さっきでしょとか、過去でしょって言ったら面白いですけどね、今いつやるのって2年前でしょとか、そういうの言ってほしいよな。いや、いいですけどね、ダメなんだな、まあ、順応性がなくてな、あいつもな。タイミングがありますからね、それ。あいつも。いやいや、そんな知らないでしょ、別に。昔からの友達みたいな。林先生もいろいろやってますから、いろいろ。そんなもんじゃなかったね、あれもね。で、だから、澤部が司会やってさ。おいで、かわいそうなのアンガールズだよ。どういう感じ、アンガールズパネラーで普通にいいんだよ。そっか。だったらアンガールズにやらせないで。確かにね。確かにそうっすね。鍋の後輩が司会やってんだよ。もう田中が怒る怒るな。うん。同じ名前なのにさあなんでだよ鍋の圧力だろっつってな。ひどい話だよ。うるせえっつってやらせて。なんで俺呼ばれないんですか。なんで俺呼ばれない、一番そう、結局一番そう、アンガールズは出てるからいいよ、だから名前も出なかったんだよ、澤部は司会やって、なんで俺どこにもいねえんだよ、それは。確かに印象悪いんじゃない、否めないけど一番そうね、確かにね、印象悪いと。しかもちょうどあれだったんですよね、まあ、そんな中身の話すんのもあれか、いいよ別に、なんか
ちょうどこのなんか芸能人の犯罪、なんか騙されたみたいな話だったの、うん、いや俺この間詐欺やってそうそうこいつ詐欺や言ってた、それを澤部が言ってたんだ、なんで俺呼ばれねえんだよで俺もお前のそんな話初めて人にしたからさ全然うまく話せない、なんでだよ潰すなよ面白くなく話すんじゃねえ本人に全然うまく話せなかったんだよ、そうそう大した話じゃなかったの、リモートとかつなげよ、難しかったリモート難しかった、どういうことなんだろうね、あれ、鍋、やっぱ、ミキさんがそういう感じ。うちの社長がいきなり介入してって、澤部よって言うわ、さすがに言ってないですよ。うちの澤部がねー、なんて、ミキさん、みたいな。なんか砂かげのままじゃん。そんな悪いかしらです。悪いかしら。めちゃくちゃ若いですよ。めちゃくちゃ若いですから、これ。若いけど、若いけど笑い方さ。あのミキさんの笑い方、そんなことそんなことない、あれ怖いよね、怖かないですよ、怖くない、なんで社長が介入してたら俺呼ばないハライチでって言うの、嫌われてんじゃないの、なんでなんすか、鍋の中で、なんでラジオしか、吉田さんに嫌われてんじゃない、え、会長に会長に岩井めちゃくちゃ気に入られてるんですか、めちゃくちゃ一番気に入られてるぐらいですよ俺、あ多分あの人こっちだからね、社長とかこっちとか言わないでくださいやめてください。ラジオでいいっすよ。こっちとか言わないで。手つけていいですから、やめて。二刀流だから、あの人。何の話してるんですか。大変だから。飲みますよ。大変だから。なんでラジオしか呼んでくんないんですか。ラジオと俺に太田上田しかなんで呼んでくんないんですか。俺はキャスティング権がないからね、あんまりね。そう、別にそこは言わないですね。うん。この間も県民賞行ったら、またほら、最初のコロナの時も言ったじゃない、はいはいはい、あの時はお待ちしてました。県民賞って、はい、ハウフルス制作で、はいはいはい、昔から知ってんだよ、俺、あの、あ、要するにボキャブラテーブルとか、そうか、そうっすね。あの、タモリクラブとか、みんなハウフルス。ね、会社ね。うん。わかるでしょハウフルスの。そのこの味がね。はい。なんか、やたら、あの、効果音に、あの、変なさ、BGM に。それがいいんですけどね。ダジャレ、ダジャレみたいな。それがいいんですけどね。みんな同じ番組にするんだ。それがいいんですけどね。味があって。ナレーションの人一緒だからさ。それがいいんですけどね。ね。コミカルな。コミカルな感じね。コミカルな感じでさ、なんかあの、どっちの料理ショーとかさ。とかね。あと、マチャキのやってた、あの、なんだ、厨房ですよ。厨房ですよ。とかさ。あと、あの、命のやってた、なんだっけ、アドマチ。アドマチとか。あ、全部ハウフル。そうそう、ね。同じ番組になるの全部。同じ味じゃないです。なんかね。なんか安心できる感じね。統一感がある。統一感が。いいですよ。あるかしね。なんで、だから、あの、ボキャブラの時からよく知ってるから、はいはい、もうスタッフも見た、知ったメンバーで、はい、コロナの時はさ、お久しぶりです。お久しぶりです。お待ちしてました。大歓迎だった、はい。今回行ったらさ、また来たのみたいな顔して。そう。しょうがないじゃねえかっつって。カラーじゃないぞ。また来たんですかみたいな感じなんだよ。しょうがないですね、ちょっとね。で、菅原さんって会長いいんだけどね、はいはい、当時社長だったのに、はいはい、久しぶりに会ってさ、菅原さんにさ、あの、その社長、会長にね、はいはい、で、いやー、太田君ありがたい、助かるよ、なんつって言ってんの。いやいや、久しぶりですね。俺、菅原さんさ、間違って打っちゃってさ、ピスで。で打っちゃう。よくなっちゃう。俺さ、年寄り打たないことにしてんだよ。心臓悪かったりするからさ。びっくりするからね。うん。そう、菅原さん、結構俺、昔のイメージだからさ、うん、ちょっとまだ若いイメージだから、うん、やっぱりそれなりに年取ってた。そりゃそうでしょ。ちょっと打ったらさ、ビクビクってなっちゃってさ。やばいって。やめてくださいよ。慌てて、下のスタッフが、ちょっとうちの会長打たないから。ちょっとまだ心臓が悪いんですから、みたいな言われてさ。会長打つって。ほんで、話してたらさ、いや、いいね。やっぱりあの、前回のも、大田くんもやっぱり、すごい楽しかった、とか言うからさ。こういうのはね、たまにはいいね。ただ、これから4週はちょっときついな。うるせえな、とか。たまにだからいいんだよ、大田くんなんて言われてさ。しょうがねえじゃねえか、こっちは。こっちだって、来たくて来てんじゃねえか。そうですね。いやん、踏んだり蹴ったりだもんだって。なんかね、って、正直な感想なんでしょうね、でもまたスタッフが来てさ、決め台詞とかさ、いろいろほら、なんとか、あの、スタートとか、スターティーンとかやるんだよ。リンゴちゃん、リンゴちゃんだ。リンゴちゃんみたいな。リンゴちゃん真似して。どんだけとかさ、いろいろさ。毎回変えてちょっと。いるよねとか。そう、決め台詞があるわけ。なんかその、人のなんとかの時間ですみたいな。今回、太田さん、今回決め台詞、あの、増やしときましたから。おね。見せ場を。うん、見せ場を増やした。
で、前も決め台詞やったんだよ。はい、でちゃんと やったんだけど、はい、その後、いろいろほら、脱線するんじゃない俺、脱線が持ち味じゃん俺。持ち味。自分で言わないで。持ち味ではあります。持ち味ではあるよね。はい、で、脱線して、なんだかんだ言ってさ、でどうせカットしたんでしょって、いや、結構、そこそこ残しましたよ、って言ってんだよ。でも今回は一応決め台詞増やしてきました、つって。これがあれば、他カットしても映ってますから。どういうこと？結局ね、そこしかないんだ。決め台詞は絶対カットしませんから、ね。これがあればね、いくらもう脱線してもらっても大丈夫。カットしますから。前回邪魔だったんで。前回邪魔だった。だから脱線はカットするってことしなかったんだな。なっちゃうよ、本当に。頑張ってるだけなのにね。頑張ってるだけなんだよ、ね、俺は。代わりに。頑張ってるけど空回りしてるっていうさ。切ないです、ね。もうハムスターみたいなもんだよ、俺。カラン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 って。悪いところね。カランカランカラン。切ないですね。うん。そうか。でも田中がなんか、だから昨日かなんか、寿司屋行ったらしいよ、あいつ。寿司は行けんすか？そう。寿司が来た。嘘だ。寿司は行けんの？いや、寿司も何も行けんだよ、あいつ。別に。別に。だって何でもないんだもん。まあまあまあ。ただの療養期間なんだ、今。はいはいはい。だから別にどこ行ったっていいわけ。まあ別にそうか。出ちゃいけないってわけじゃない。出ちゃいけないってわけじゃないわけ。別にね。そうか。そうだよ。はいはいはい。あいつコロナかかってんじゃん。家族中かかってんじゃん。はいはい、抗体持ってんだよ。そんな。行き放題だ。無敵なんだよ、無敵。抗体持ってりゃ無敵も今もう言わないですから。違そうじゃないってみんな言ってんですから。で、寿司屋行ったつかさ。へぇ。なんかさ、かわいそうだなってちょっとは思ったけどさ、はい、だんだん腹立ってきてさ、いやいや、まあまあね、何寿司食ってんだよみたいなさ、寿司屋行ってんのあんま言わない方がいいっすよ、なんか。え？寿司屋行ったのあんま言わないでください。なんで？なんかイメージ悪いから。何ってなんかなっちゃうから。銀座ではしごしたらしい。嘘、それは嘘。政治家じゃないですか、ただの。確実に今のことは何かになりますから。寿司屋に行ったことは。寿司屋に行ったことは。行ってるってなんか出ちゃうから。寿司が食いたいって言い出したらしいんだよ。だからそれもう、ストレスないのが一番いいんでしょ多分今。まあまあ、だから、ね、病院の飯がまずいとかいろいろ言ってたらしいんだよね。食べたいもん食べてっていうね。だから退院して、一応だ、萌えもさ、ほら、はい、なんか、萌えさんね。ね、ずっと入院してたから、はい、ちょっと、贅沢しても、はい、って思ったんじゃないの？まあまあ、まあ、そうですね。うん。だから、うん、自分のアワビじゃどうしようもねえって、はいはい、ちょっと引いちゃいます。引いちゃいます。ダメだな、これ生放送危ないな、これ。もうだんだん疲れてきて。今気づいた。何でも言っていいような気がしてきちゃった。ダメだよ。いいわけないじゃん。県民ショーもこの間、こじるりがいたんだよ。はい。いや、なんか止まんなくなってるから。こじるりがいてさ、俺の股間のキングダムって言ったらさ、こじるりドン引きしちゃってさ。ダメですよ。それはダメですよ。こじるりでもダメですよ。俺の股間の真の始皇帝があってそんな真正面からいじってきた人初めて。何でも返せるんですから、基本的にこじるりは。すごかった。こじるり困ったら一番やばいっすから。私映さないでくださいっつって。この間、こじるりが。私を映さないでっつって。いちいち絡むから、俺が。こじるりが言うって珍しいよね。珍しい。金目当て、お前金目当てだろうとかいろんなこと言っちゃってさ。中国統一しようとしてるのか。いろんなこと言って。全然、ちょっとした。こじるりがだんだん表情が曇ってきちゃって。そうですね。明るいこじるりが。何でもやってくれるよね。ちょっとしたいじりなら、そのなんか、監視の、その話も別に OK。乗っかってくれるし。だったもんね。あ、そうなの？マジで誰も絡んでくれなくなりますよ。本当に一人ぼっちになる可能性ありますからね。でも、なんか昨日かなんか上原、うちのね、上原ってあのマネージャーが、はい、もう会いに行ったら、すっかり元気そうだった。あ、そうですか。田中は、よかった、よかった。うん。な。すっかり元気そうだったっつって。近況を言うまでどんだけ時間かかってんすか。それ聞きたいんですから、田中さんの近況。倒れた日にさ、はい、このちょうどだから3週間前か、2週間前か、はい。で、終わって倒れてっていう時に、で、明くる日ね、日野ってね、はい、うちのマネージャーの、はい、うん、もうわけのわかんないマネージャーいいんだよ。はい、もうバカとしか言いようがないよ。そんなことないです、ね。バカなやつで雇っちゃったやつ、ね、今もう、タイタンの会社中公開してるやつ。そんなこと、そんな会社全体で。言い方しないでよ。うん。西野さんがいる問題なんとか、どうやったら辞めさせられるんだろうみたいな。そんなリモート会議は全部その話題らしいんだよ、今。長所がありますって。長所あんのかな、あれ。か、で、そう、まあ、あいつもかわいそうなんだけど、はい、田中についてるもんだから、はい、コロナの時とかも、
要するに濃厚接触者で、そうか。なっちゃってさ、はい、なんか2週間ぐらい隔離されちゃって、隔離とか自宅待機みたいでさ、はい、すごい、またそこでブクブク太っちゃったりとかさ、大変なんだよ。で、それが終わったと思ったら今度はあれだろ、いや脳梗塞だろ、はい、脳梗塞。ほんでもうさ、踏んだり蹴ったりないって日に乗ってんの。で、田中とね、その日一緒にいたから、はいはい、で、頭痛がしてたとかなんとかっていう話もあったから、朝からね。はい、本当、そんな風に見えなかったんだよ、ラジオの時もそうだし、その後取材行った時も、はい。割と元気の感じで、頭痛だったのかなと思って、言ったら、で、ひなに聞いたのね、はい。あの日さ、田中って何、調子悪そうだったってさ、いや、いつもより実は、テンション高かったんです。言ってるわけ。そんな喋り方。そういう喋り方。中尾明さんで喋る。そう。そういう喋り方で。なんだか知んないけど、あれは何だったんですかね。むしろいつもよりテンションが高かった。今から思うと、あれは何だった。死んじゃってる。テンション高いってどうだったんですか。いや、いろいろ車の中で音楽とか聴かせていただいて。いつもはそんなことない、いつもは黙って、僕には口も聞いてくれないんですけど、あの日はなぜか、話しかけてもらいました。映画音楽とかいろいろ聞かせてくれたんです。楽しかったなぁ。何の話だよ、あれは。兆候なのかな、それ。今から思えば、なんつって言ってんの。映画音楽とか聞いてたのつって、そんなテンション高かったんだ。映画音楽何聞いてたの、それなんですよ。今から思えばその映画音楽がなんですか。え、何の聞いてたの。ネバーエンディングストーリーを聞いてた。だからあいつ死んだわけじゃないから。あいつ死んでないからさ。死んじゃってる。そんな忍ばなくてもいいよ。今思えば。今思えばネバーエンディングストーリーだったんですよ。うん、ね、欲しい人を。僕は大好きなんですよ、あの映画が。なんつってんだよ。2まで見ましたって言ったらね。何の話してんだよ。そしたら田中さんがね、2まであったのか俺は知らなかったって言ってくれました。盛り上がってた。話盛り上がってた。そうそう、そういう、なんか、だから平気だったらしいんだよね。はあ、いや、それ別に脳梗塞の兆候じゃないですよね、兆候じゃない。うん、田中に一回だけ俺出る人に、うん、頭痛かったのって聞いたら。はい、いや、全然そんなことなかったらしいね。もう急にと、ね。急にだったんだよね。だまあ、そういうのもなんだかわかんない。コロナだ、なんだって言ってる人もいるけど、はい、とりあえず血栓とかで、血管詰まっちゃったんじゃないから、はい、そういうことでもない。まあ、わかんないけどな、結局な。まあまあ、結局わかんないっすね。うん。血管が弱るって話もあるからね。ああ、なるほど。うん。だけど、まあ、言ってみりゃ、この季節は、脳梗塞とかそういうのも増える季節、はい、まあ、まあ冬ですし、ね、うん、であいつだから年ももう56だからね。いや、そうっすよね。年もなんだかんだでそうっすよね。バイニングストーリーじゃないよ。だからバイニングストーリーじゃないんですよ。車でそれかけるって何なんですか、マジで。どういう気分にさせたいの。映画音楽かけてって言ったらしいんだよね。今から思えばっつってたよ。関係ないのよ、別に。映画音楽。なんかの知らせだったんでしょうか。ネバーエンディングステージ。いいって。その人会いたいな。今日は来てないのか。来てないんだよ。来てないのか。なんだよ、その喋り方。田中さんいないから今日は、うん、太田さんと、お菓子勝負ですね、じゃあね、今日はね。やんないですよ。岩井さん、岩井さん、なんかぶち上げてますけど。何のお菓子も置いてないでしょ、今。田中さんの代わりにしてくれる人じゃない。田中さんの代わりに遊んでくれる人じゃないから。猫の話とお菓子の話と。お菓子の話、代わりにしてくれる人じゃないのよ。にゃーとか言わないですか。やってくんないですか。生クリームとかって、あいつそういうのは、猫ひろしってほぼ田中の好きなの。にゃーサイズ感お尻から生クリーム本当だ。全部田中の好きなの。一人本当だ。本当ですね。田中さんサイズ感も一緒だしね。一緒だよね。一緒だったんだ。あ、そうなんだ。あれやっぱりでも俺ブルーレッドスカイガーデン。いや、バイオレットエヴァーガーデン。バイオレットエヴァーガーデン。ずっと言ってんな、それ。あれのやっぱ感動してお前に教わって。はい。あれがやっぱあの話したいね。アニメね。うん、いや、太田さん、なんか、白山さんとやってる、ハストサマーウイカとやってる。花妻。うん、あの番組で、うん、なんかこの鬼滅かなんかの話出た時に。鬼滅の子は来たのよ。そう。
あの、花澤香菜ちゃんね。ああ、そうそう。が来た時に俺見てたんですけど、あの、なんか岩井が、そういう漫画とかアニメとかのことを、なんかすごい、これは面白い面白くない言うのやめた方がいいぞ、みたいな、ハードルが上がるんだよ、みたいなこと言ってたじゃないですか。俺がそうです、そうです。もうそうだっけみたいなこと言ってて、その後に、俺ら漫画総選挙って番組やってたんですよ。そうなの？やりづらくてしょうがない。散々こいつぐらいしか漫画詳しい人いない中、生放送でそれやってて、そうでその前に太田さんがそう言ってるもんだから、言ったんだっけ俺が、同じ曲で、テレ朝でやったの、漫画総選挙、こいつぐらいしか語る人がいないんですよ。でもこいつが語りづらくなっちゃってね、そうそうそう、やりづれえな、申し訳なかった。言ってんな、なんかってメイクしてたらモニターで言ってんですよ。なんか言ってんだけど、これからやるっつうの、そんなようなやつを。あ、どうだったの漫画総選挙って。漫画総選挙、ワンピースでした、1位は。1位ワンピースでした。ワンピースは確かな、はい、うん、あれはちょっと、まあ、殿堂入りにしてほしいね。まあまあ、これからやっぱ、まあね、最後へ向けてのこのね、楽しみもあるから、やっぱ1位。まあ、あ、終わんのあれ、ま。ワンピース。まあでも、もうこの時期というかこう、ツーピースが始まるの？ツーピースが始まるんですよね、多分ね。セパレートみたいな。セパレートみたいなのが始まる。始まるの？小田先生もね、うん、終わりに向けてみたいなところでしょ、なんかやってるみたいですよ、ね。それ納得なの？ワンピース1位は。ああ、いや、でも、まあ、しょうがないか、長いっすからね。伸び伸びの木だもんな。ゴムゴム、ゴムゴム。伸び伸びの木スケジュールみたいなことだから。おじさんすぎますって、ちょっと。伸び伸びの木。うわー、これ、どこまで、これ、ジャックは関係ないですか別に。豆の木？いや。豆の木ね。豆の木ね。でも、バイオレットエヴァーガーデンのことすげえ言ってくれてる、ね。バイオレット、そうそう。はい。あれはいいよな。いやもうなんかいろんな番組でなんか言ってくれてる時に、うんうんうん、もうほぼ 100% ブルーレッドスカイガーデン、うん、マジで覚えらんないんだよ、はい、ブルーレッドスカイガーデンで覚えちゃってるから。そうなんだ、ね、トイレのやつかと思う。違いますよ、ブルーレッド奥だけガーデンそういうのがないんだ。めちゃくちゃ面白いですから、あれは見てほしいね、みんなに。まだそんなにあれだろ、有名な。いやでもね、アカデミー賞、なんかノミネートされてたんですよ。万引き家族を抑えて？万引き家族は、アニメでもねえし、外国語の関係ないですから、部門が全然違うんですから。パラサイト抑えて？パラサイト取ったじゃないですか。のやつ、なんかノミネートされてた。だから外国語、長編、アニメーション、みたいな。アメリカのアニメ、アカデミー賞？いやいや、日本アカデミー賞かな、うん、ああ、日本アカデミー賞か。ああ、日本か。さすがにそれ日本か。でもそれ鬼滅にやられちゃうんだろうな。いや、でもなんかプペルかなんかもノミネートされてたね。あ、プペルも、あ、プペル見た、お前。プペル面白いよ。面白いです。すごいよ、あれ。いや、ただ詐欺なだけ。それがダメなんですよ。いや、あれ、そうですよね、うん。アニメーションとしては面白いでしょ、ね。面白いし、はい、素晴らしいよ。映像綺麗でしょ、ね。映像めちゃくちゃ綺麗。はい、プペルは。いや、制作会社めちゃくちゃいいとこですもん、だって、ね。あ、そうなんだ。まあ、そうなんだ。さすがちょっと、一かけあるね、もう。制作会社で言い出すの。制作会社で言えないもんね。めちゃくちゃ。ホリプロとかしか言えない。制作会社、ね。そうですね、事務所が、ね。ハウフルスとか言う。ハウフルス。オフィス2-1とか言うから、そういうことしか出てこない。いや、めちゃくちゃ、うまいところ。それじゃあ、西野さんもそこら辺もやっぱり考えてんだろうな、あいつな。でもだって前編の話を考えてるわけではないんじゃないですか、多分。西野は多分、いやいや、ストーリーは全部考えてる。あれ絵本だから、あいつも。だから、原作はストーリー、原作はそうそう、ね、ただだからそういう、なんつうの、ちゃんとしたアニメの技術はあいつは多分あんまりないだろうからね。で、演出とかでもストーリーとか考えてるんじゃない。そうですね。この間だから日曜サンデー来たんだよ、西野。ちょうど捕まる前だったけど。捕まってないですよ。捕まってない。捕まってないですよ。まさか。詐欺。捕まってないでしょ。指名手配みたいな。指名手配受けてるぞ。詐欺みたいなこと。とぼち。とぼち。逃げちゃいねえぞ。で、まず吉本やめて。吉本、どうせ消されちゃうから。足、吉本所属してると足がつくからって。俺らずと一緒に消されちゃうから。悪いことはしてないですから、別に。そうだね。悪いことはしてないんだけど。だから、そういう意味で言うと、あれだよな、鬼滅があったおかげで、はい、もしかしたら隠れた、その、ブルーレットとか、はい、バイオレット。バイオレットとか、はい、バイオレットとか、そういうのが、あの、評価がもしかしたら。まあ、あれそれあるでしょうね、うん、でもね、うん。でもあれもっと知ってほしいよね。いやー、あれめちゃくちゃいいですね。じゃあ、見た？もう見てないですよ。
なんで見ないの言ってんのに見ないんだよな、こいつは。なんでそれで裸の大将みたいな顔してさ、普通裸の大将だったらさ、ちぎり絵とかやるじゃん。裸の大将だったらね。裸の大将じゃねえから。裸の大将が服着てる。いやーでもまあもうお年もお年でね。しかも季節がやっぱり震えてね、ちぎり絵できないですよ。震えて変なとこ貼っちゃってましたもんね。服着た方がいいですよね。なんすか。見たくないよそんなとこ。震えながらやってるとこ。ちぎり絵ね。いいですね。そうそう、タイトル。これ。いや、そんな言い方しないでよ、それ。マジで。俺もいつ言ったらいいか、うん、俺が言うんですよ、今日。うん。お前、ちゃんとそろそろ参りましょうって。お前、進行をさ。いつ言ったらいいか分かんねえでしょ、ずっと喋ってっから。くれよ、合図を、なんか。すごい。先週、小島が来て大変だ、はい。ここの赤いランプずっと見てるから。CM 中。いつ光るんですか、いつ光るんですかいいですね。すまさ、何年やってんだよ。ランプが生きてるわけじゃないから、ね。いつかずっと緊張してんだよ。さあ、それではそろそろ参りましょう。火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ。改めまして、こんばんは、ハライチの岩井ゆうきです。澤部佑です。太田です。低いな。なんで本人が一番テンション低いんだ。あなたの番組なのに。あなたが一番頑張りなさいよ。相方休んでんだから。今日東京曇りでしたが、日中は気温が15度まで上がったというね。明日水曜は晴れますが、今日より寒くて11度、木曜から週末、週明けまでかけたね。まとまった雨は降りそうもありませんね。空気が乾燥してるので、庭にお水でも皆さん撒かれたらどうですか。あーいいね。花びらが、雨かと思ったら花びらがいっぱい。わーだ、お母さん、お母さん、洗濯物しまわないと、もうこれダメだよ、急い。お母さん。ね、いいね、いいですね。今なんかわびさびというかね、なんか今情緒あった、情緒あったね、情緒あるね、情緒ありましたけどね。アニメ化したいね。ショートでなんかね。田中さん今夜もお休みということで、ハライチがちょっとお邪魔しましたけど、今日だからいつもね、あのハライチのターンを録音してますんで。そうだよね、まあ、火曜日いつもあるんだろうね。そうなんですよ。残ってくれた。それ終わりで。いや、そうなんですよ。何してたの？2人でセックス。この後ちょっとね、部屋押さえてます。してるわけないでしょ。爆音読めよ。うるせえな、爆音読めよ。早く爆音読めよ。いや、これなんか告知してなかったですよね、俺らが出るっていうね。あ、そうなの。そう、俺ら告知してなかったんですけど、どこでしたっけ。HBC ラジオだけなんかラジコの あのスペシャルなのにハライチ出しちゃった。そうなんだ、そこバレちゃったの。そう、サプライズの話だな。ハライチ、鬼越トマホークってなんかちゃんハライチ情けないね。一箇所だけなんでちゃんと情報が言ってなかったらしい。ハライチって出ちゃって、出ちゃって隠しきれてハライチ出るんだみたいな。そう、俺らもだから、ハライチのターンの録音終わりで、こうなんかしれっとこう、そう、お邪魔するみたいな、かっこいい感じで出たかったんですけどね。あ、今ちょっと録音、たまたまやってたんだよみたいな感じ。そう、みたいな感じで、すいません、太田さんみたいな、大変ですよね。すごい待機してたもんな。待機してだから、そう、だからあれを見ずに来て、いやなんかやってたんで来ちゃいましたみたいな言った日には、なんか予定調和しないから、めちゃくちゃ恥ずかしいね。やらせじゃねえかよってなるはず。危ないね、危ないところ、気づいといてよかったですよ ね、 ね。この後だから鬼越トマホーク、鬼越も来るから、鬼越もがっつり前から待機してる。そうっすよ。あいつらも乱暴者に見えて、ね、ちゃんと待機してるから、ね、だって鬼越も書いてありましたから、ね。HBC ラジオではみんなしっかりオファーをいただいて ね、はい、鬼越だから節分に。そうだ、鬼が来たという本当だ、これやばそうだな、ね。メールテーマ、うん、あります。節分だから言いたいこと。あ、いいね。鬼は外、福は内のリズムで、うん、有名人への本音、ダメ出しを募集している。大丈夫だな。鬼越ですからね。鬼越。俺が心配するんだから。なかなかないですよね。あいつとは白山だけは俺が心配するんだからね。そうなりますよ、ね。今日はでも本当さん頑張って止めないと。そうだよな。ちょっとやばいことになりますからね。まだ友達になるの。そうですね。あいつらと。
終わる可能性あります。終わる可能性。あいつらに息の根止められて、あいつ本当に酒井にさ、俺殺されそうになってた。そう、本気で今日殺されるかもしれない。気をつけてくださいね。ということで今日も紹介したハガキメールの方にオリジナルステッカー、特に印象に残った1名の方に番組特製クリアファイルを差し上げます。うまいね、流れるようだ、ね。ありがとうございます。ぜひまた呼んでくださいね。おお、またじゃあ田中が倒れちゃった。そんな倒れんの？俺も呼べよ。呼べよ。終わっちゃうもん。面白い。終わる前に呼べよ。終わっちゃう。いやいや。なんだ言えよ、なんか、ね、お前だろ。あ、俺ですか？え、曲？俺ですか？俺言わねえよ、せっかくなんだ。何でその道具みたいな、そういう、はいはい、関取花で新しい花。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。爆笑問題カーボーイ。火曜じゃん爆笑問題カーボーイ。喉仏とか痛くてしょうがねえんだ。小田さん、引っ込んじゃってて、ご愁傷様です。なんか、弔いに来たのに、はい、今日は。なんか、田中裕二は死にましたって言えって言われました、ね。それは俺が LF で失敗したやつ。それは変、ラジオの気持ち悪いリスナーからそういうことを言うの期待してるぞ。気持ち悪くもないし、だからなんで俺をそうやってフォローに回させるの。ほら。いや、でもそういう回ですか、今日はもう。そういう回じゃない。やっぱり、あの、ウーチャがやってどんな。危なっかしいんだよ、お前ら、本当に。いや、大田さんも一緒に芸能界終わりましょう。もうやめましょう。ね、なんでお前らと、お前らまだ芸能界始まってもいいんだよ、じゃあ。もう、こんだけ、こんだけ芸風で稼げないですから、本当に。はい。出てもしょうがないですよ、本当。あれでしたっけ、田中さんは、あの、萌え抱いてる最中に倒れてる。いやいや、違うわ。副上司。副上司で。副上司、死んでないから。だったら幸せだった。幸せですね。でもまあ、中古の女ですから。中古の女お前。おいおい。お前、あれでも。俺でも言わないよ、お前、それ。中古のベンツですよ、美人だから。中古のベンツ。まあ、中古って言うなよ、お前。頑張ってんだから、みんな。確かに、頑張ってんだから。確かに、二人目だけどね。二人目だけど。お互い中古だからさ。あ、ちょうどいいっすね、なんかそれ。しかも、片玉だ、血管だから、あいつ。車検取んないんだから、あいつ。車検取んないですね。なんか、残された金玉が爆発したって聞いたの。いやいやいや。片玉が。そう、片玉が。しかも爆発。ねえ。そうそうそう。やっぱこれ、やってもらって。渡部の風船みたいに。あれもひどい話ですよね、ほんとね。みんなで。腕上げたね。いやいや、腕上げた。お前やっぱ、腕上げたって言ってたね。やっぱラジオの太田さんが一番面白いんですよ。どういうことだよ。はい、爆放フライデーの太田さんあんまり面白くないですよ。だって出てないんだもん、俺。だから終わるんですよ、あれ。もう。だから終わるのかな。心配症とかはね。あ、心配症とか面白いですね。お前らでも、あんまりあれだな。はい、売れないな。売れないですよ。いやいや。求められてないですよ。求められてないの？第7世代のブームみたいなのには乗れてないんで、はい、乗れてない。太田さんが知らないところでいろいろ出てるんですよ。あ、そう。だから太田さんとかの番組ではなんかわかんないですけど、スタッフが気遣ってスタジオに呼んでくれないんですよ、俺らを。だから V、そう。そうそうそう。 V とかロケだけなんですよ。で、たまにこんな3000円しかもらえないラジオ呼ばれて。たまたまじゃないですよ、本当に。完全ね。ノーギャラ出ますって、もうノーギャラみたいなもんじゃないですか、こんなの。だって最初っから。お前の方が毒舌なんだよな。いつも思うけど。そんなことないです。それだから、ナイツさんにも言われましたよ。うん、ナイツさんは、花輪さんが毒舌言ったら、土屋さんが止めると。うん、俺らの場合は、こいつが火を注いでる。お前が上回るもんな。はい、いやいや、だ一応、うちの酒井が、一応、傷口を作る役で、僕は塩を塗る。はい、ちゃんとそういう、止めながらちょっと悪口言うっていう。田中も昔そうだった。ああ、そうなんですか。いけいけみたいな感じで、自分がどん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 、もっとひどいこと言っちゃうんだよ。確かに田中さんもそれありますもんね。あるあるある。あの、けしか、まあでも、やめましょう、個人の話はもう。もうそうですね、はい。今日は田中裕二を忍ぶ会なんで。そうですね、はい。忍ぶ会なんで、はい。いいやつだったよな。はい、そうですね。葬式どうします、はい、日芸とかであげますか、はい、日芸俺日芸行きづらいんだよな。いや大丈夫です。裏口から入る。誰も止めないですよ、裏口から入る。綺麗になってましたよ。この間営業。お前作ってきたろ、お前その展開。一応持ってきましたよ。
この間仕事で行ったんですよ、あれ。日芸に？日芸に。エコダで。関係ないじゃん。仕事なんかあんの？いや、なんかあれあるじゃないですか。仕事あるでしょ、そんな。なんだろう。さ、あの、卒業でなんか制作みたいなのしません、うん、テレビ番組制作するみたいな。あ、そういうのやってんのかな、今。はいはい、芸人呼んで番組作るみたいな、ね。そうそう、あの、自己満足の。はい、自己満足、はい、自己満足。それで行ってきて。だから中退したんだもん、俺、あそこ。あ、そうなんすか。そうなんですね。そうだよ。え、で、実際どうなんですか？実際裏口で入ったんですか？裁判は勝ちましたけど、裁判なんかどっちが正義かわかんないわ かんないね、確かに、はいはいはい。え、実際どうなんですか、そこは。裏口です。ふざけんなよ、言わすんじゃないよ、そういうこと。裁判なんかすんなよ。そんな、裏口で入ったんだったら。裏口で入って。親父が金払いました。いや、そういうこと言わすなよ、お前。いや、俺ら、あなたリアルファミリーヒストリー。確かに。しょうがないですね、まあ。まあまあ、しょうがないです、そういう。お前の店はどうなったんだ、それで。ああ、そうそう、爆問。爆豪フライデーでやらせてもらって、だから1年前に、はい、うん、僕らがだから27時間テレビの向上委員会で太田さんに首絞めて、そうだよそうだよ、なぜか仲良くなって、うん、ラジオ出て彼2回か3回しか共演してないんですけど、そうそうそう、冗談で結婚したんでご祝儀くださいって言ったら30万、うん、あのご祝儀あんま言わないんだよ、いや言わないよ、でもあれ密輸の金ですもんね結局ね、いや田中の金じゃない、マジっすか、うん、多分本当ですか、うん、今日持ってきた方がよかったです、なんか、あ、田中さん、今日はお前、香典持ってこい。いやいや、そうなんですよ。香典持ってこようかなと思ったんですけど。でも、なんで祝儀あげなきゃなんねん。もう、祝儀が一人金あげなくていいかなと思って。まあね。ひどい放送になってるけど。大丈夫、いやいや、今のお父さんが言わせてるんですよ。でも、なんかその30万を、どう使おうと。うん、僕らも。うん、で、記念にもらったお金だからね。そう。そう、で、ちょうどそこに爆放フライデーさんから、そう実家ランガーちょっと立て直すみたいなやつ。ひどかったな、あの店。いや、そうっすか？ひどいよ、あれ。いや、でも爆放。客が来ないって当たり前じゃねえか、あんな店。誰が来んだよ、あんな店。確かにね。太田さん、爆放フライデーのおかげで、めちゃくちゃ今、板橋中の反社が来てくれて、はい。もうすごいですよ、60以上の反社がみんな集まって今。すごいですよ、うち。反社が。CM 行っちゃって。そのもの火曜ジャン爆笑問題カーボーイ、火曜ジャン爆笑問題カーボーイ、火曜ジャン爆笑問題カーボーイ。だからまだ店の話の途中で CM 行っちゃったからさ、はいはい、お前ら自己紹介してないんだ、はいはい、じゃあ金ちゃん、鬼越トモーク金ちゃんです、はい、好感度の低いクロちゃんですクロちゃんが低いから、ね、見た目クロちゃんっぽいかな、クロちゃんがクロちゃんクロちゃんより低いんだ、クロちゃんより低いです、いやいやクロちゃんより低いクロちゃんより低いってやばい、やばいですよね、もうで店どうなった？だから店だから本当におかげでいろんな方が来てくれるようになったりとか、反射がはい、反射の総中で搭乗船の、はい、銃の反射が来てくれて、反射がルール守って20時まで飲んでる、はい、しっかり、はい、ちゃんとそこのルールはやっぱきっちりしてるから、ね、そうですね、20時までしかできないんで、決まりごとには、決まりごとに、はい、6万円もらえない、あのね、パトロールしてる、そう、もらえなくなっちゃうんで、あ、そうかそうか、はい、で自粛期間なんで、本当のだから、うん、あの表向きは、うん、あの反社が和気あいあいしてるんですけど、うん、裏向き表向きはそれが、それ裏のそれ裏向きの計画は反社が、うん、あのクラスター起こして天国に旅立ってばいいなっていう、いや、はい、なんで反社をやめろよ、そういうことです、反社も言えないよ、やめろお前、クラスターとかもそういうこと言うの、いやでもブラックジョークですよ、ブラックジョークになってないんだよ、シャレにならないこともあるから世の中に、なんか言葉重いっすねやっぱ今まで散々炎上してきてるからもう、あ、はい、まあね、いやだからそう、おかげさまでもう、ね、はい、結局番組で解消したやったもん、あ、しましたしました、うん、だからそこのまま、ゆきぽよだっけ、あれやったゆきぽよ来て尿検査の前に、はい、マジで本当にもう困ったんですよ、あの時ちょうど放送の2日前にあのニュース出てきちゃって、お前やってたらどうすんだってなって、
で、うちの母ちゃんと父ちゃん、いや、汚いよ、こんな店とかで言われて、で、寂しいじゃないですか、そんな親の顔見るの。その後に、あの報道だから、尿検査。尿検査あったから、いや、全部おじゃになるのかと思ったら、一応ね、白だったんですね。はい、ね。白だったから。よかったね。いや、よかったですね。だから、しかも変なこと言ったらね、ゆきぽよ、ゆきぽよもね、あの、なんかあの、昔の金ちゃんの親父の写真、ポスター飾ったっていう。あったね。割と、演歌歌手だから。男前だから、うちの親父は。ゆきぽよどう、これ、若かったら、金ちゃんのお父さん、結構かっこいいけど、付き合えるって言ったら、いや、ユキダメ。ユキ悪い人じゃないと付き合えないから。で、やばいな。見た目が悪い人はいいですけど、本当に悪い人と付き合っちゃダメだよっていう。笑えなくなっちゃうからっていう話です。白状してたから、はい。でもおかげでなんか親父の仕事もバンバン増えて。親父の仕事、はい、歌手の仕事ってこと？いや、歌手じゃないですね。なんかその、だから今度親子で漫才やったりとか、親父と二人で。はい、まあ。何が嬉しいんだよ、マジで。だから、一時期のあの、TKO 木下さんの母親みたいな、ね。ああ、そうかそうか。やめろ、お前演技悪いから。演技悪いから。まあ演技悪いから。お前またなんか投げたりして。いや、投げたり、はい。投げられても当たって前。あの、でっかい金魚投げたりして。よく知ってますよ。はい、30センチぐらいある金魚、ね、気持ち悪い金魚、でっかい金魚、放射能浴びたみたいな金魚、いや、やめろ、放射能とかちっちゃいから2センチぐらいの金魚だったんですから、あれ、あ、そう、あ、それそうですよ、あれ30センチぐらいになってるな、そうですよ、最初10匹ぐらいいたんですけど、うん、どん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 まあ死んじゃって、いつか食べんのあれ、いやいや、さばかないですよ、刺身って、いやいや、で、うちの相方と同じボケやんのやめてくださいね、一緒だから一緒なんですよ、もう大沢さんと酒井のボケが確かに確かにな、だからそうなんです、気をつけろよ、じゃあお前も嫁抱いてる時倒れるんだよ嫁抱いてる時じゃないだろ、ね、そこはね一応あ、まあ、だからそう、あのご祝儀いただいたのをちょっとうちの改装費で使わせていただいて、いい話だね、いや恩返し、お前らさちょっとさあの時のさコーナーのエンディングですが、ちょっと感動的なことやってんだよな、いやいや、あれ感動的にしろってスタッフに言われたんだ、そうですよ、言われたらやるんだ、いやいや、そう言われたらやりますよ、太田さん、あのね、散々19時と20時まで、19時から20時までの番組はあのおじいおばあしか見てないから無理やりにでも感動に持ってけって言われて、ただ気づいたことあるんですけど、やっぱラジオで悪口言ってても金稼げないんですよ。確かに。はい、だからちゃんと、そのなんかおじいおばあの世代に好かれないと。はい、無理無理、はい、もう。で、何個かボケたやつが全部カットされてましたね。やっぱはい。感動に。まあやっぱ、しょうがないですよね、やっぱり、あそこは。で、スタッフさんとかもなんかちょっと泣いてくれて。スタッフが、はい、まあね。うちの親父とかもちょっと泣いてたんで、それ見てスタッフさんが泣いて、まあまあ、そのもらい泣き、はい。でももう終わる番組の話してもしょうがないですよね。はい。爆音ぐらいで終わっちゃいますからね。やっぱあの、じじいになればなるほど、感動に弱いんですよ。確かに。累性は弱いっていうからね。今回僕らが出演できたのも、うん、僕がツイッターで嘘を書いたんですよ。うーちゃかのためだったら、ノーギャラでも何でもやると。あ、だからラジオで出してくれって。それ僕の彼女に書かせたんですよ。で、ツイートさして、で、どうなるかなと思ったら、本当に来た。爆笑問題カウボーイが釣れたんですよ。釣れた。はい、まんまと。ノーギャラみたいなもんだからね、もう元から。お前らでも LF に魂売ったんだろ、結局は。いや、違いますよ。あれは、TBS ラジオがいつまで経っても後ろシチューを切らないから、うん、僕らが痺れ切らして、はい、行ったんですよ。そうです、そうです。俺らはもう本当都合のいい女と一緒で、うん、いろんなとこ呼ばれて悪口言わされて、うん、で、用が済んだら返されて。言わされてないんだ。お前言ってんだよ、自ら。いやいや、違う、言わされてるんですよ。嘘つけ。もうそれ、そういうオファーなんですよ。はい。もう、マネージャーに来るオファーが、ラジオで悪口言ってくださいってオファーなんですよ、本当に。確かに。で、マネージャーはいつもスーツで着てるんですよ。え？いつでも謝れるように。謝れるようにスーツだろ。今日もちゃんとスーツで着てますね。ちゃんとスーツ着てます。はい、夜中の赤坂スーツでうろうろしてる、はい、でも吉本自体が反社だろ？いや、吉本はね、まあ、あの、反社だ、まあね、今は反社で、今だから半分反社で半分、はい、健全なの。そうです、ホワイト企業です。ホワイト企業、はい。キングコングの西野さん。そんな会社あるか、お前。西野さんも多分もう死ぬと思うんですよね。はい、消されて。はい、消されて、はい。やっぱりあの、今ね、暗殺部隊っていう部署があるんで、吉本には。はいはいはい。あの、ジャック・バウアーみたいなやつが一人いるんですよ。ブッペルなんか作ってる場合じゃないです。危ないです、危ないですよ、もう本当。今ね、藤森さんと、西野さんのおでこに結構赤い、ピピッ、赤いレーザーポインターが。そうですね、常に。そう、常に。ありますから。もうやだ、はい、お前ら話したくない、はいはい、だってもうデッカちゃんさんね、俺今もう吉本と揉めたくないんだよ俺は。だデッカちゃんさんも去年辞めたんですけど、それから誰一人見てないですよ、デッカちゃんさん本当にマジで。その前から見てないわ、はい、デッカちゃんなんか東京
悪いな。だから、デッカちゃんさんが、ネタで気づいちゃった、気づいちゃったって言ってたのも、多分吉本の闇に気づいちゃったっつって。はい。はい、お前、LF で言えなかったこと、ここで言いに来たんだよ。いやそんなことない、ね。俺ら一緒に死にましょう。もういいじゃないですか、元そんなに。責任。お前ら死にたいんだよ。常に。でも、僕らが来た時、うん、やっぱやめろよとか、よしなさいしか言わないから、うん、なんかビートキヨシみたいになってますね。ならざるを得ないんだよ、お前。キヨシさんの気持ちわかるもん、今。あひどいな、お前ら、本当に。はい。いくつになったんだっけ ?35 で35。いやいや、そんな昔から知らないじゃないですか。何すか、いやいや、違う違う。俺が、35の時は、もうちょっとまともになって、はい、それこそいろいろあって。あの時点何歳で干されたんですか、確かに。オーダープルを。26ぐらい。早いっすね。早っ。霜降りぐらいの年に。霜降りぐらいの年に。干されて、何歳で復活したんですか ?27、8、9ぐらいじゃないかな。9ぐらいで、多分。帰ってきたんじゃない？帰ってきたっていうか。それは光代がいろんな人と枕営業して。まあそういうのもあって。まあだからやらないんだよ、そういうことは。なんで、なんで光代の話になると一気になんか。怒られるの怒られるのそういうの。冗談でも乗っかっちゃうと。唯一爆笑問題さんに許された最後の娯楽、お菓子を取り上げられたんですよ。カシューナッツとお菓子しか楽しみなかったんだよ。しかも前、その僕らが出させてもらった時に、光代さん抱いてる抱いてないの話してたら、光代さんがツイッターで、もう何年も抱かれてませんみたいな。めちゃくちゃ冷めてたぞ。死んだよ。酒飲みながら聞いてたっぽくて。だからさ、はい、もうあんまり変なこと言うなよ、お前ら。でも、美人だと思いますよ。あれ、鶏ガラだとしたら相当美人だ。やめろ、お前。鶏ガラ。待って、笑ってない。まあ、大田さんが今鶏ガラみたいな顔しちゃってる。本当に。俺のがだって、ありがたいと思ってるよ、そりゃ。いや、まあ、そうですね。でも、もう、田中さんを、田中さんがね、大田さん、大田さん。お前さ、大田さん。俺を殺すのね、首絞めるだけじゃないから。俺を殺す方法は。三つ四攻め。三つ四攻めですね。三つ四攻めですよ。三つ四攻めもあるんですね。お前に首絞められてから、はい、俺今までね、はい、ゲップってしない人だったんだよ。はいはいはい、ゲップできるようになった。やっといいじゃん、成長できたんですね、やっと。たぶん、喉仏がへっこんだんだと思うんだよ。やたらゲップ出るんだよ、最近。お前に首絞められてる。いやいや、いい傾向じゃないですか。いい傾向じゃないわ。漫才もやりやすいんじゃないですか。やりにくいわ、途中でゲップ出して。どうやってやりやすいんだよ、お前。田中さんと、うん、漫才はいつ頃復帰するんですか、漫才って。わかんないよ、まだ。だから、田中が、はいはいはい、とりあえず、今日かなんか、最終的な検査かなんかやってんじゃない、はいはい、はい、CT かなんか。あ、でもね、ちょっと休まして、うん、これもでも、大田さんね、向き合った方がいいですよ。何と？光代さんと、ちょっとコンビ組んで、今流行ってるでしょ、男女コンビ。流行ってないよ。いやいや、もう、ちょっと、次のタイタンシネマライブ。流行ってないし。でも、たけしさんも昔やったじゃないですか。何よ。奥さんと、ひょうきん族で。はい。あれみたいな感じで。あれがやったが良くなかったんじゃない違う違う、タイタンシネマライブで。だってあの人もともと漫才師だから、ミキコさん。いや、大田光代さんだってもっとお笑い芸人じゃない。モノマネの人だから。でも、俺はコンビ名考えてきました。はい。朝、朝が夫妻。誰？朝ヶ谷夫妻。朝ヶ谷夫妻。はい。ちょっと待って、二人で。それか、の、相席スタートみたいな、サンジャポスタートみたいな。なんでサンジャポスタートなんだよ。どれか、三つ考えてきたんですよ。何、もう一つは。ラランドっているでしょ。はい。あやかって、叩いたみたいな。なんだよ、これ。なあ、そう。何をしたいんだよ、お前は。ねずっちみたいなことしたいんですよ。やっぱ、大田さん、やっぱ、光代さんのことになると、やっぱ、ちょっとテンション下がるんですよね。なんなんですか、それは。下がらないですよ。下がってないですよ、全然テンションは。いやいや、さっきから。上がってますよ、むしろ。さっきあんなに笑ってたのになんか、やめろみたいな目線を送ってたのやめろ。だから、それは、はい、やっぱり、それは、だって、それはさ、はい、いやいやいや、だって。いや、全然、いや、何あ頭回ってない。なんか、千葉吉兆みたいになってませんよ、俺は。息子、あの息子みたいになってませんよ。宮崎健介みたいな顔になってますよ。全然違うよ、宮崎健介と。いや、なんかね、もっと、面白にしてくださいよ、夫婦だったら。何が夫婦でメディアに出てるんだ。面白いじゃないですか。いや、まず敬語やめましょう。漫才やりましょう。いやいや、漫才。なんか握られてるんですか、その、金玉握られてますよ。金玉じゃない。いや、そういうこと。苦し紛れの。急につまんなくなったんだよな、太田さん。なんか、三つ葉絡みだと全然面白くないから、なんなんすか、その感じ。火曜ジャンプ。なんだ、爆笑問題カーボーイ。まず、関根さんは。関根さん。はい
ワイプで抜かれた時の笑いがわざとらしいんだ。で、そういうのを考えてます。次、今田さんが、はいはいはい、お前は一生2番手だ。で、あの、ホトちゃん。はいはいはい。ホトちゃんは、うん、お前は道場で使われてるだけだから。鬼越トマホークは終了です。はいはい、引退です、こいつら。爆笑問題カーボーイ。なんかしみじみしちゃったけど、ね、いやいやいや言わなくていいですよ。あ、話題変えたいからって。もうハガキ読もうとしてはないですよ全然。いいですよ別に。お前らもいろいろ弱みあんだな。いやいやいや、言わなくていいですよ。この CM の間の話は。CM の間でね。やめようって言ったら。これが怪しいって言われるの。いや、そう。いや、だから、冗談なのに。太田さんが、ね、三代社長に頭上がんないように、うん、我々も彼女とか、うん、奥さんに頭上がんないですよって話を CM 中してたんですよ。まあ、だから、いやでも本当に太田さん大変なんですね、三代さんと。何が全然大変だ。いやだから CM 中言ってたじゃないですか。それが、それがまずいんだって。本当に伊集院の時に一回あったんだよ、それが。なんだっけ、伊集院がな、なんか言ったんだよ、はい、CM 明けに。シャレでだよ。はいはいはい、シャレで、はい。太田さんもさ、その社長のことをあれで、ちょっとはなんとかした方がいいよみたいなことを言って、はい、俺は何にも CM 中その話をしてないのに、はい、あの CM 中何言ったのみたいなことになって、今日も言ってた。すごい詰められてたんだ。今日も散々言ってたじゃないですか。言ってないわ。言ってない。お前の話を聞いてただけ。お前の彼女の。彼女の嫁です。嫁です。嫁か。嫁の。そんな愚痴も言ってないですけど。愚痴を聞いて。愚痴。やめましょう。やめましょう。やめましょう。でも、太田さん仲いいんで。合ってますよ。嫁もいますけど、彼女もいます。ほら一緒じゃん。違う一緒じゃない。一緒じゃない。太田さんの前のあの彼女どうなったんですか。バカ野郎。バカ野郎。いや本当そうです。本当もう終わったんです。破天荒芸人時代の、はい、もうそういう時代とっくに終わってますよ。そうだ、優しいお笑いやるんだよ、ね。はい、俺はこれから人を傷つけない笑い。いや無理ですよ今からは。ペコパになろうと思って。ラジオネームいちご入魂質問ね。はい。太田さん、鬼越さん、こんばんは。鬼越トマホークさんに質問です。最近の向上委員会で、鬼越トマホークさんの一時期の勢いに陰りが、的なことが話題になってましたが、お二人的にはどのように感じておられるのですか？ぜひとも教えてください。いや、でも正直、去年ぐらいの、うん、太田さんの喉潰したぐらいがピークでしたね。一昨年。一昨年。一昨年だね。俺と一緒じゃないか、ね、はい、で、やっぱ、あの事件を機に、うん、まあ、太田さんもね、あれは芸人魂で言ったことだし、うん、まあまあ、生放送ってのもいろいろあることだから、うん、あれ以来、やっぱ、出演者がね、どんどん少なくなってってきてるから、ね、ずっと固定、はい、どうしたの？ホリケンさんと今田さんと、だから土でやめちゃったら、やめちゃいましたね。お前らのせいだろ。いやいや、そんなことない。絶対そうだわ。そんなことないです。俺らが冗談で言ってたんですよ、それは本当に。はい、冗談で聞こえないんだよ、お前。嫌なのがネットで、はい、うん、その俺らがなんか言ったから、うん、あいつらが辞めさせたんだみたいな騒いじゃって、うんうん、もうそんなこと一切ないですよ、本当に。嘘、土屋さんが辞めたいって言って辞めたらしいです。はい。はい、でも分かんないですけど、はい、そこはね、分かんないですけど。だって太田さんももう出てないじゃない。確かに。だから俺はだから最初から、初期メンバーだよ、俺。いや、初期メンバーはあんまもう出てないですよ。だから呼ばれなくなっちゃったんだもん、早々に、俺は。でも、まあ、でも太田さんは、でも俺ら見てましたけど、もう出ない方がいいですよ、うん、本当に。太田光の価値が下がるんで、やっぱり。大した価値ないわ。俺ら生で本当見てた時に、うん、もうとんでもないなと思って。うん、俺、好きだったんですよ、爆笑問題。ああ、好きだって言ってたんですよ。出身地も近いし、ね。爆笑問題の太田光こんなつまんねえんだよと思っちゃった。生の時、本当に。すべえ。いやいや、本当に。それ以外めちゃくちゃ面白いですよ、太田さん。ラジオとかも面白いですけど。めちゃくちゃではないです。まあ面白いですけど。いや、あれはひどいです、本当に。なんでだよ。いやいや、あんなむちゃくちゃやって、うん、あれがみんなおもろいみたいになってましたけど。なってないわ。いやいや。いやあれ散々俺つまんないって言われたわ、まあ、その現場ではね。うんうん、で、まあまあ、ツイッターとかも荒れてましたよ。太田、ほんともう出すなとか。言うなよ、知らないんだから、そういうことを。なんで傷つけようとするんだよ、今更。もう一回エゴサーチした方がいいですよ。あ、多分、芸人やめようと思いますよ。マジで。でも、太田上田
ナーとかめっちゃ褒められてるから、ね。いやいや、めちゃくちゃ面白いよ。面白いね。だから、工場委員会でやっぱりもうみんなフリースタイルじゃないですか。あれね、はい、あの、なんつうのかな、前にも言ったかもしれないけど、要は、俺が、誤算が一つあったのは、うんうん、27時間の時に、たけしさんの番組はその前に、はいはいはい、ありました。教育委員会、はいはいはい、教育、平成教育テレビだっけ、はい。あれをやってて、で、俺、楽しくなっちゃって、ピエロの格好で、そっちに乱入したのよ。なるほど、なるほど。で、そこで、ドン引きだったのよ。はいはいはい、要は、はい、もう、確かに今から考えれば、はい、ピエロの格好をした男が突然来たら、はい、誰もいじれないじゃん。確かに、それはそうだ、意味がわかんないですよね。意味がわかんない。俺だって、はい、パッとわかるわけでもないし、はい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 、で、たけしさんもなんかちょっと困っちゃった顔して、はいはいはい、そのまんま、その工場委員会に行ったもんだから、その流れで。もうちょっと、あの、言ってみれば、掴み損ねた状態で始まっちゃったんだよ。結構ズルズル言ってたってことね。ズルズル。あれが全部ハマれば逆にドッカンだったね、確かに。はずなんだよ。でもあの、さんまさんのあんな怖い顔初めて見た。確かに。あの、でんでんみたいな顔してました。冷たい熱帯魚の時はね。30円以下に出てくる。全然な。なんだろう。確かに。そうか、そうか。関根さんがガチギレっていうか、関根さんが。大田君本当に違うと思うよ、みたいな。全部間違ってる。全部間違ってるよっていう。全部間違ってる。関根さんもね。お前ら、それじゃあ、工場委員会、いや、あの、今は、結果が一応、もう出続けてるんですけど。でも、リモートっていうか、ソーシャルだと。喧嘩ができないんですよ。そうだよな。しかも、結構工場委員会ってメンツが一緒じゃないですか。うん、でも、俺らも陣内さんに8回ぐらい喧嘩やってるんですよ。それは受けなくなりますよ。違う番組でも言ってますから。だから。で、さんまさんってもう、陣内さんがいじられるのが好きすぎるから。あ、そうなんだ。毎回陣内だからもう一時期もう僕、陣内なんか起こせって言うことないからね。陣内全然浮気しねえじゃないか。いいんだよ、しなくて別に。トピックがない。トピックがないんですよ。言うことがなくなっちゃったんですよ、もうだから。はい。お前らも大変だった。大変ですよ、やっぱ。スキャンダル不足なんですよ。そうなんですよ。もっとスキャンダル起こしてもらわないと、みんな。起こしてもらわないとな。はい。RYO でいいのかな、これ。太田さん、うちのガヤの大黒柱のお二人、こんばんは。なんだその言い方。うちのガヤ大黒柱。あ、まあ、レギュラーで出させてもらってます。はい。金ちゃんさんに質問です。はいはいはい。正月に子作りに励んだそうですが、燃えましたかと。いや、あの、正月じゃないんですよ。ん？あの、オールナイト日本ゼロ終わりで嫁を抱いて、そういうの7月だから7月です。だからもう人の悪口言って、その時はプロレス。興奮しちゃって。あの、岡田和親くんの悪口めちゃくちゃ言ったんですよ。で、そのテンション。殺されて。いや、釣り仲間だ、ね。釣り仲間なんで、岡田さんが。はい。で、まあ言ったら、そのままのテンションで家帰って、うん、まあその抱いたら、それできて、その日。で、それを、オールナイトニッポンベイビーって呼んでまして、お正月のオールナイトニッポンベイビーだって、はい、5時か5時半、6時ぐらいで。もう6時ぐらいですか、朝。深夜ラジオ終わり。オールナイトニッポンやるとみんな興奮するのかね。聖夜もチンポ出したのあれ。俺の日本の前だろあれ。聖夜チンポ出したの。もうあの聖夜のチンコいじりも太田さんしかしてない。古いっすよ。ズームで。ズームですからあれ。おかきをいやらしく食べてって。あの名台詞言ったのだ。あれさ。みんなやっぱなんかそのチンコ。オールナイト前だろあれ。でもあいつすごいっすよね。あの出した方が訴えてるわけだから。当たり屋と一緒だね。お前、訴えられる方だな、はい。アメリカっぽいことしやがる。アメリカっぽい。アメリカっぽい。OJ シンプソンかと思ったら。すごいな。そうですね。はい。それできたんで、3月に生まれる予定です。ああ、はい、それはめでたいね。ご祝儀もらわないとね。出産祝いいただければ。はい。だから、ウーチャカにもらって。ウーチャカに、はい。今、自宅にいるんですよね。今、自宅に取り入ってこ、はい、けます、はい。あの、これ終わったら取り入って。明け方に。明け方にね。はい。行きますわ、ちょっと。口癖はソイソース。オリゴイトマコホークのお二人、こんなのが助っ人で飛んだ災難な太田さん。2時間の辛抱です。頑張ってください。いかにも不健康そうな体型のお二人ですが、体調面は大丈夫なんですかと。いやいや、こんなメール必要あります？いや、ほら、ね、田中が倒れてるし。そういうことですか？そうそう、いろいろ。僕らね、うん、やっぱ芸人10年、11年ぐらいやって思うのが、うん、芸人って、うん健康か不健康の両極端じゃないですか、うん。めっちゃ筋トレしてるやつはもう健康だし、うん、不健康なやつはもう何も考えてないじゃないですか。うんうん、これどうなんですかね中途半端に。お前なんかやってんの
その。いやいや、一応ジムには所属してるんですよ。うん、その、24時間のあの、エニタイムフィットネスっていうのがあるんですけど、で1年に1回しか行かないんですよ。無駄なんだよね。月額8000は払ってます、はい。いつでも行ける。はい、でも意味ないじゃん。全然不節制なんだ。酒もさ、タバコもやんだもんな、そんな、はい、やんないです。あ、やんない。やんないです、僕ら、そんなに。そうなんだ。女も。朝から、あの、大食いの仕事なんですよ。まあ、女一人だけ。え女一人だけ、さっき言ってた。いや、えなんすか太田さん。太田さん、よくないな。さっき言った、あの、腐れ縁の女。腐れ縁の女じゃない。いやいや、太田さん、でも太田さんも三代の他になんかさっきいるって言ってましたいないわ。いるわけないだろ、お前。いや、言ってたじゃないですか。言ってないよ。最近もうそっちしか言ってない。自分が困るとそういうことね。やめろよ、お前。太田さん。その腐れ縁の女、どうしたら。大丈夫。エレキテル連合しかないよ。鳥取から出てくる女。鳥取から出てくる女。俺、どこの女抱いてんの砂丘で大体砂丘砂が混じって痛かったと出てくるないろいろと嬉しそうな顔して俺らの弱点を見つけてない俺らのやめてもいや結局みんなそこが弱点なんですよ弱点なのよそれはそうだよやめてくださいよ太田さんやめましょうお互いに健康は健康人間ドックとか言ってんのいやいや不健康です不健康です不健康最近大食いの仕事がだから今日もそう明日朝大食いの仕事あるんですよ大食い、はい、でもね太田さんで我々も別に美談を言うわけじゃないですけど、なんか40、50ぐらいで死んでもいいとは思ってるんですよへだから80とかまで生きてあまあそれはないねだってこの悪口芸風で80まで行ってもし道踏み外してたらそこら辺の駅で騒いでる人と変わらないでしょあの俺も最近ヘズマリュウに共感してただから、我々も、たまたま相方見つかったからいいんですけど、見つかってなかったらヘズマリュウだよ。みんな3人ともヘズマリュウだよ。いや俺は違いますよ。俺と風着は違いますよ。お前、鳥取の女どうした鳥取の女って言うなよ、もう。いやいや、抱いてないから、太田さん。砂丘で抱いた女。砂丘で抱いて、砂とかって。月の砂漠で抱いたっていうやつ。砂とか入ってきてうまくいかないでしょ、そんな。だから痛かったって。痛かったって言ってないよ。二度と、ご座引いてやったっつって、2回目。ちゃんと突っ込め。もうちょっとやだな、本当に。なんかこういうの。ダメだよ。太田さんダメよ。ちょっとやだなって。年そんな突っ込めやるか、お前。ちょっとやだな。1年越しにリベンジされてる。リベンジされてるわ。ダメだ。ラジオネーム、津田。太田さん、つるつるともじゃもじゃ、こんばんは。いや、シンプルが一番面白いんだけどね。もう。昔トランペットを欲しそうなアメリカの黒人みたいな感じだね。あ、どうしたのそれは。これあのパーマかけてます。いや、はい、分かるんだけど。はい、パパイヤ鈴木さんに憧れて。パパイヤ鈴木さん。いやいや。なんかちょっとなんか髪型。眉優とか言いたい。眉優なんか。でももう眉優言えよ。眉優って言ってももう今受けないですよ。もうそういう試合じゃないんで。あれ受けでやってねえから。それ本当のことだよ。あ、やめ本当のことはまあ笑いになるんでやめましょう。そうそう。鬼越トマホークさんの YouTube で、はい、散々ニューヨークを腐してたましたが、はい、ニューヨーク以上にヤバい芸人さんはいますか言える範囲で教えてください。いや、ニューヨークが一番ヤバいですよ、今。ニューヨーク？あ、そう。ニューヨークだから心配性とかよく出てますよね。出てるね。やっぱ人をいじるじゃないですか。ニューヨークな。うん。で、でも最近丸くなってきたら、あいつらちょっと売れてますよ。でもね、基本ね、なんかあんまいじらせないんですね。うんプライド高い、ね。プライド高い。ああ、そうなんやっぱ売れてくると、あと丸くなるのって嫌じゃないですか、すごい。ああ。なんか、ね、はい。だから結局、この、僕らがなんでこんだけいじってるかっていうと、同期の戦友としての愛はあるんですけど、このまんま、いじらせない感じの芸風でやっちゃうと、もう、行き着く先は、Go to 渡部。いや、最終的にバッドエンドになるじゃない、はいはい、なあ。あるいは全治郎。全治郎。全治郎。小田さん、小田さん、もう。渡部さん、はい、以上のバッドエンドですよ。いい人だよね。はい。いい人だよね、じゃないの。何でも最後にいい人だよね、つけないやみたいな。そんなに笑いになんないんだから。はい、茨城の女どうしたの茨城の女で。なんでその地方の女で。なんで田舎で。この緊急事態宣言出てる間に。なんで地方まで抱きに行ってるんですか、ラジオネーム、T シャツに口紅に。皆さん、こんばんは。出たよ。多目的トイレでのプレイが、この半年ほど何かと話題ですが、皆さんは特殊なプレイをした経験はありますか？こんな質問しか来ないよ。ね、お前だ。やっぱもう聞いてるやつもクズですからね、もうみんな。はい。お前らがクズだからこういうのくしか来ない。え、太田さんのちょっと聞きたいですよね。太田さんから行きましょうか。確かに。太田さん、なんか、いろいろ、こんなとこでプレイしちゃったみたいないですか？俺は割とノーマルだね。いや、嘘で、あるでしょ、なんか。
パチンコ屋のトイレでやったとか、そういうなんか、三ツ矢さん好きなんだから、パチンコ。あ、パチンコ好きなんだ。パチンコ好き。だって昔ね、パチンコで壊してもらってたって言ってたから、本当に。そうだよ。スロね。あ、パチスロか、スロットの方。でも、パチンコで、要は、だから、その、帰ってきて、うん、テンション上がってそのままみたいなのあったんですか？そう、そのままあるんじゃないですか？勝った日にはちょっとやろうみたいな。そういうことはなかったですね。つまんねえな。返しつまんねえな。お互い、もう弱点を言い合った時の弱さってる。めぐみの悪口言うなよ、お前。いや、おい。そんな嫌いなの、お前。いや、嫌いって言ったでしょ。嫌いって言ったもう、あの、本邪魔家さん自体を、そんな今の若手芸人知らないの。組んでたことを知らないんで。いやいや、しかもそれ言ってないですよ。めぐみさんの話だろ。大田さんでしょ？気に入らないですね。いやいや、大田さんが言ってたでしょ、今は。お前が言うから、俺は嫌いだよ、もちろん。はい。俺は嫌いだけど、はいはい、お前が突然言い出したから。いやいや、違う、めぐみさんと仲どうなんですかって俺は言っただけじゃないですか。めぐみさん気に入らないですね。もう、本当に嫌いな芸人行った方がいいよ。いやいや、お前やめろ、お前。俺それに何回も乗せられて、お前、とんでもなくなってんだから、今。本邪魔かさんじゃないでしょ。いや、違う。いや、ダメだって。つまんない。じゃあ、つまんないと思ってる芸人を言った方がいい。ビビる大きさんじゃないですかね、やっぱり。いや、YouTube が全然跳ねてないですよ、ビビる。ああ、まあね。はい。つまんないとかじゃなくて、うん、はい。知名度の割に全然 YouTube 跳ねてないんで、頑張ってほしいなっていう。はい。お前、やめろよ、お前。失礼だな。いろいろともあるんだから。あるんだ。もう嫌なのよ、もう俺もう、子供もできるからさ。完全に鍋を敵に回して。はい、すいません。だって、この間、こいつ東西ドリームマッチって、TBS の、毎年やってるやつ、毎年やってるやつ、ね。あれで、散々いじってきた、友近さんと、一緒になっちゃって、こいつエレベーターのボタン、早くって。違う違う。あれはコロナだからね。いやいや、もう、あんまり挨拶できないから。いや、りょうちゃん。ゾンビ映画みたいな感じで。違う。早く来て、エレベーター早く来てって。TBS の。違う、今すごく仲いいから、本当に。和解したの？いや、和解したというか、うん、まあ、あっちが、そうですね、まあ、和解しました。直接は話してないんですけど、お互いに、はい、弁護士を立てて。困りすぎだろ。弁護人を立てて、ダメなんだって、もう、エージェントなんだから。エージェントだよ、ね。直属の先輩じゃないから。直属と先輩じゃない。先輩じゃないから。関連会社の、はい、はい。別に嫌いじゃないですからね、元から。まあ、ノリで言っただけで。うん、はい。すごく面白かったし、うん、もう、芸風も良かったんで、はい。リスナーさんから今日ね、節分だから言いたいというテーマが、はい、ございますので、はい、よろしいでしょうか。一応今日、ウーチャカの役で、はい、さっきよりパーマ激しくなって。激しいね。大丈夫、はい。危機察知能力があります。危ない時、ぐちゃぐちゃってなるんで。いいのよ、そんな話は。太田さん。いいですか今日はですね、リスナーから節分だから言いたいことというテーマでメールを募集しております。はいはい。鬼は外、福は内のリズムで、有名人への本音、ダメ出しを送ってもらいました。ということで。はい。来ましたね。太田さんお願いします。ラジオネーム、ポンプ屋のポン。はい。一国道人形キモい。ひどいな。ひどいな。ひどいですね。でも、芯食ってますね。ひどいな。確かに。怖く作ってるからね、わざとね。ひどい悪口だな。怖術ですからね。一国道のことどう思ってるの？いや、面白くはないですよね。いや上手。ね、上手ですね、はい。面白いよ、一国道。本人は面白くないですよ。そんな、人形が面白い。はい、どっちが、パペットマペットさんと一国道さんとどっちがつまんない？いや、もう一緒だろ、もう。一緒だ。人形使ってるから。人形使ってるから。でもまあ、顔出してる分、まあ、一国道さんの方がいいんじゃないかな。一緒に顔出してないんだから。すごい芸だよ、一国道の芸。いや、確かにね、うん、遅れてきましたみたいな。遅れてきましたじゃないよ。遅刻した人みたいだね。みたいな遅延みたいな声が遅れてきました。電車の遅延みたいに言うなよ。遅れてきましたって。ただの遅刻じゃねえか。遅刻どうじゃん。遅刻どうじゃん。もうちょっと受けていいと思うんだ。俺好きなんですけどね。相方のこういうのが。僕ネズチみたいなとこある。ネズチみたいな。整うね、はいはい。すぐ整えるから。すぐ整えちゃう。ラジオネーム、私の傘だけありません。太田さん、予定調和の皆さん、こんばんは。確かに。そうだな。まあ、もう最近予定調和になってきてるね。予定調和になってきてるね。嫌だな、言われる。ザブーングルなぜやめるまあ
ねえ、まあね、だって一回もう去年辞めたようなもんじゃん。そうだな。二回目の確かにな。辞めるみたいな。そうですね。辞め営業の時な。はいはいはい。うん、まあしょうがない。まあそれが引き金になったとは書いてありましたけどね。あ、そうなの。はい。まあ一応なんかその松尾さんがあんまり芸人として、うん、事情通だねお前。意外と、はい、入ってくるんですよ情報。入ってくるの。結構半年前ぐらいから知ってたんで。嘘。はい。言っていいの？解散。言っていいの？あの噂です。あの裏のね。急に湧き出てる。ちょっと今パーマがすごい。パーマがすごい。はい立ったよ今パーマが裏でなんかそういうのもあるらしい鳥取の女から聞いたの、はい、なんか鳥取の女から聞いたのお前あれかくのいちなのかいや違う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 女スパイか女スパイがいるわけじゃないのよ鳥取スパイ多いって言うもんなほら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 日本海が日本海が多いなじゃないですよもうダメだからそれはスパイは、ね、そこまで言ってないたまにひどいこと言うからさっき受けてなかったけどさ原市さんの時もいや萌えのねまあ自分のアワビじゃダメだから寿司食い行ったとこは言い直すなよ言い直しちゃダメだよあれひどいよラジオネームバナザードアップショー、はい、鬼越はデブとデブうわデブとハゲじゃないんだハゲもいじってくれねえんだデブとデブうわ確かにショックだなショックだわデブとデブだと思われてたか太った昔より痩せてるあ僕は痩せましたね僕は太りましたね、はいでもあれだな、うん、大食いとかやったら絶対太るよな、うん、いやでも1日だけですその次から節制してあそういうのは考えてるんだ考えてますよ結婚したんで僕独身で結婚したら管理されるからもう10時以降あのアイス食べちゃいけないとそれでブーブー言ってたんださっきからいやブーブー言ってないですよあのクソ嫁とかなんか言ってない言ってた、ね、太田さんやめてくださいうちの臭いって言ってた、ね、うちの嫁の親反社ですよ太田さんやめてくださいよ、ね、あんまり言うと臭いってな臭い臭いって嫁が臭い嫁が臭いって言ってたやん嫁が臭いちょっとかわいそうだからやめてよ、ね、嫁が臭いって一番の悪口でしょもうそれ今嫁俺が臭いならいいけど嫁が臭いってさ今嫁ウーチャカと不倫してるいやウーチャカ早いね回復ね早いよウーチャカ早いね回復早いいいよもうウーチャカのこと加えてるらしいまあ一回ウーチャカならまあ1個しかないしねそうそうそうまあそれは1個しかないしサオは誰でも1個だろうなそうそう玉加えるわけじゃないうちのね嫁は玉加えるのがうまいですよいやよくないなちょっと本当に怒られるんでやめましょうはい本当に良くないと思うよ、はいはいスプリングフォレストおのののかもう見ないいやかわいそうだかわいそうですね格闘技のリングサイドでいるじゃないですか、ね、まあねたまにでもご結婚もされましたからねはい、あ結婚したんだっけ結婚しました、結婚しました。あの、水泳選手、小野康史いや、違う。あの、ドッキリとかで、なんか MC やつ、あの小野康史なんですかあの、古い、古い、例えが、はい、悪いとこ出てきたもう70ぐらい、75とかじゃないですか、小野康史。死んでるし、ね、死んでるか。あんまり、すいません。結婚したの小野なのか。え結婚しましたよ、あの水泳選手。水泳選手みたいなのと。はい、そうですね。ああはいはいはい。あの、モヒカンの水泳選手と。そんなにかっこよくないあの、振りしてたやつ。いや、それ、それ、瀬戸大也ですよね。なんで瀬戸大也と結婚するんですか、はい、違うむちゃくちゃじゃないですか、やってること。その、そう、瀬戸大也が不倫した人で、はい、M1 優勝したのが野田クリスタル。そう。まあまあ、ね、ダイヤとね。全然ダイヤ。いや、あの、今ちょっと遠すぎてちょっと分かんなかった。ちょっと、俺も一瞬考えて。深夜3時はちょっとね、ちょっとやめた方がいい。整えない方がいい。整えない方がいい。普通のネタやるとつまんないから。あの、まずは面白くないから。小田さん、聞いて、今年俺ら、去年か、M12 回戦落ちる。はい、もうダメですよ。なんでだろうな。いやかしこまっちゃうんだよな、普通のネタやと。タイタンライブでもそんなに受けてなかったですかね。いやいや、最初の、なんか、最初の悪口が受けるだけで、ね、ネタ受けないんだね、本当に。そうなんだよな、はい。ネタダメですよ。なんで緊張しちゃうの、はい、なんか、ネタってだって嘘じゃないですか。嘘というか、同じことの繰り返しというか。まあね、そうだけど、でもパックンマックンよりか受けてましたけどね、あの時は。はいパックマックも正月の番組で。弱いの探すのうまいな、自分より弱いの探すの。パックマック正月の番組で、あの、マックンがネタ飛んで後ろで喧嘩しましたよ。いい年して。もう。大変だね。戦争になるよな。いや、そうですね。日米開始で、はい。パックンが日本語で切れて、れてマックンが総理って言ってますからね。相当混乱してる。相当混乱してる。やばかったよな。逆になってましたからね。逆になっちゃう。シルバニアファミリーネーム、ハトコは授乳中。誰のガレ、着てるとき、
太田さん、ボケすぎる。え誰逃れ来てるんですか。誰逃れがサンジャポに来ると必ず誰逃れを呼ぶときに肉離れとかさ、はい、そういうのをもう必ずマストでやってる。なるほどなるほど。ボケすぎた。好きなんじゃないですか、じゃあ。誰逃れ。誰逃れ。あれこれ CM 中に誰逃れの話してたの。そうださ、やめてください。するわけないだろ、誰逃れの話なんか。いいなみたいな。いやいや、誰逃れ。ちょっと言ってたじゃないですか、誰逃れ。田中の女だもん、だって誰逃れ。いや田中やっちゃったんだ、昔。いや、やってないでしょ、田中さん、そんな。田中の女で、はい、田中だって俺そのやっちゃった後に、うん、自分のことを仮逃れって言ってたの。うまいね。うまいけど、ね、仮逃れ言うち。仮逃れ言う。仮逃れじゃない。これ逃げようとしますけど、やっぱ誰逃れの話だじゃないですか。誰逃れに食いついてんだよ。誰逃れ好きなんだよなってボソって言ってたから。あ、やっぱそういうことか。そういうことじゃよくないな。誰逃れ光になるってこと。なんで向こうにしてるの。なんで向こうに。向こうや、もう太田使えないでしょ。あ、そうかそうか。まあそうだね。三つ代さんから逃れるためにはもう。三つ代さんのものだからね、これ。太田ラジオネーム、既婚者トーマス。ちょっとおもろい。ちょっとおもろいな、ラジオネーム。ゆきぽーよは、実は黒。誰の彼、実は黒。コンボできたな。いやー。尿検査ね、尿検査。まあ。まだ分かんないですもんね、そこはね。ゆきぽよの尿を飲みたいってさっき言ってたけど。え、なんすか。ゆきぽよの尿を飲みたいって。いや、飲んだことありますよ。はい、飲んだことあります、はい。それ強気に来るな。ちょっと俺の中の検査で引っかかりましたね、あれ。はい、あ、分かるんだ。分かります、大体そういうの。はい、分かるんだ。分かります、大体。もう警察に重宝されるんですか、はい、そうですね。はい、もう警察犬と一緒ですから、もう。金ちゃん飲んでくれるみたいな。はい、じゃあ飲みます。あ、これやってますね。分かります。いや、私さ。やってないですよ。ユキポやってないですよ。東武東上線沿いの人大体飲んだら分かる。飲んだら分かるから。はい、うん、そういう地域じゃないのよ、別に東武東上線。薬の町ですもんね。薬の町じゃない。薬局多いよね。薬局多いですね、確かに。薬局多い。ラジオネーム、どこでもチャミ。イグゼークと、髪ビガーピンクーなだけ。全然なってない。イグジクトがもうおかしい。イグジクトがもうおかしい。イグジクトでいいでしょ。イグジクトか。イグジクト。ピンクなだけ。まあ。ピンクなだけじゃないですよ。前科もありますから。かわいそうだろ、お前。みんな忘れかけてるとこやめろよ、お前。イグジットとかとはどうなの。仲いいっすよ。仲いいんだ。なんなら僕らが、まだ売れてなかった時のイグジットを、ゴッドタンに紹介したんですよ。すごい若手。そっから、ね、そっから売れて、俺らに恩があるはずなのに、まだ恩返し、まだ。そうか、はい。確かに、俺らも結構プッシュしましたね、出てきた時は。あ、そう。もともとの、そう、りんたろーさんが違うコンビでやって、相方が捕まっちゃったんで、そっか、捕まってはないか。トラブったんで、りんたろーさんをピンで呼んで、ライブ出したりとか、いろいろ俺らやってたんですけど。りんたろーはお前らより先輩か。1年先輩なんですよ。1個上なんですよ。そうか、はい。第7世代とか出てますけど、全然違いますからね。はい。35ですか、ね。鳥取の女どうした。鳥取の女マジでいいぞ、ほんとに。翔太さん。尿飲んだ。いや、まあ、尿は多分やってましたよ。島根飲んだ。いや、島根飲んだから、やめて、ほんとに。いや、うちも嫁すげえ聞くんすよ、こういうの。ラジオとか。でしょ？はい、うん。やめましょうね、お互いに。CM 中ね。CM 中にじゃなくて。うん、でも、誰の方がめっちゃなんか好きみたいな話。いや、鳥取の誰の方がや。鳥取の誰の方がで誰だよ。もうやめましょう、ほんと、こういうの。よくないから。よくないわ。絶対面白くないし。面白くない。そう。ずっとやるから、これもう。だから、うんちゃがいないとダメなのよ。うんちゃがこういうとこ仕切ってくれるから。そうだね。まだやめろよ、とか。そう。うんちゃがもう本当に、その、時間通り終わらして、かけ麻雀することで。はい、黒川検事長とやってるからね。検事長。黒川検事長。カッパっつってたよな。はい。病室で大丈夫ですか、複数のとこに入院させてたら、4人いたら、4人でやっちゃうんだよ。なれるからね。そうだよな。点滴かけようぜみたいな。カイジみたいになってるじゃないですか。カイジみたいな。ラジオネーム、ポンプ屋のポン。福士くん、ドラムスコ。福士くん、ドラムスコ。本当のことだからね。ねえ、でも、そこはね、その原田雄一とかも出てきちゃったからね。いやいや、確かに2世はね、ちょっとドラが多いっすね。福士くんも今だから真面目になってる、ナレーションやってるからね。声優とかやってますね。サンジャポのナレーション福士くんや。あ、マジっすか。そうだよ。大したもんだよ、あれ。うまいんだよ。結構うまいっすか、やっぱ。
え？うまいですか？何が？いやね、ナレーションだろ、それ。今うまいですかって聞いたら。セックスのことか。セックス、福島セックス興味ないよ、別に。なんで、まあ、せめて野球とか、なんで福島セックスを俺が聞いてるからうまいですかって。興味あるのかな？いや、ないですよ。なんで福士側の興味あるんですか？夜のバットはどういや、夜のバットじゃない。ナレーション。ナレーションうまいよ、うまいよ。あ、うまいですか？うん。やっぱ、でじゃあ結構、今でも出てますもんね。いろんなのでやってますもんね。知らない。冷てえな。やっぱ、ウーチャカの方が好きだもん、ほんとに。うん。ウーチャカの方が優しいんだよ、ほんと。いや、そんなことないよ。何もしないから。ウーチャカは。さあ、ということで。すいません。今日、ウーチャカの役をちょっとやる。なんかしっとりしてきた、はい。ちょっとしっとりした音楽流れてる、はい。ということで、まあ、あの楽曲が用意されてますんで。曲、はい。アイナ・ジ・エンドで、スイカです。どうぞ。スイカ、スイカじゃなくて、スイカ、スイカです。バカ野郎、電車に乗るんじゃないんだよ、お前。スイカ。爆笑問題カーボーイ。火曜じゃん。爆笑問題カーボーイ。さあというわけで、はい、金ちゃんから。僕ははい、今週のショーの発表となっております。太田さんお願いします。スイカじゃないからね。うん、スイカでしたね。はい。スイカ。電車に乗るわけじゃないんで。ああ、もうそれでも曲な出さないから。でもチャージするみたいなその面白い感じでなんか今の曲ことかってそういうの作るのかなって思ったんですけど。そういうことじゃないですね。まあ、はい、LINE とか SNS までじゃない。ああ、そうか。スイカについてる歌は本当に。なかなかね、JR でも俺出さないと思う。パスモとかない。パスモとかないね。そうですね。行こうかとか。はい。太田さん、すいません。ショーの発表です。はい。今日はですね、節分だから言いたいことラジオネーム聞。既婚者トーマス、ゆきぽーよは実は黒、誰の方がれ実は黒、ひどいネタになりましたね、はい、おめでとうございますということで番組特製クリアファイルを差し上げます、はい、ということで最後のコーナー行きましょう。カーボーイ罠の予想ショッピーすということで、はい、今週のカーボーイの放送の中で起こりそうなことを予想してもらってます、うん、ただし大穴の予想限定です、うん、太田さんお願いします。俺はいつも聞いてるね RCC っていうね、はい、広島のラジオ局、はいはい、広島のラジオ局、広島のラジオで「午前様様」っていう番組を毎日聞いてるの俺、はいはいはい、天才横山っていうのをやってるんだけど、はい、そこ の, アナウンサーの川村ちゃんっていうのがいいの女の子、はい、その子がお風呂に使って入浴剤とかいろいろ森林のあれとか入れて楽しむのが好きなんだけど、はい、いつもお風呂に使って思うことがあります、うん、それは何でしょう。クイズ、クイズ、クイズクイズなんですこれ。クイズ、え、ちょっと、え、広島ですよね。広島、広島でカープ女子、カープ女子、はいはい、うん、いや、だからカープ女子、え、で、まあ、思うことあれじゃないですか。本当は東京で活動したいなとかじゃないですか。まあ、地方のアナウンサーは全員思ってることだと思います。まあでもね、それも思ってるかもしれないけど、はい、違うんですよ今回に関しては。あ、それもう言ってある、答え出てる、答えある、あ、答えあるんですね。俺は知ってる、あ、知ってるんですね。聞いてるから。ああ、なるほどなるほど。あ、で僕ら当てるみたいなことですか。そう、そういうこと。なんだろうな、広島関連あります。カープ女子ですもんね。カープ女子、北別府何してるのかなとか。そういうことじゃないですか。惜しい。あ、惜しいですか。 あら、野球系なの。野球系じゃない。あ、ま、巻きで、巻きで、ああ、巻きで、はい、お風呂に入ってる間に爪が伸びるなって、はい、全然惜しくないじゃない。全然惜しくないじゃない。ラジオネーム時間なくなっちゃった。東北自動車道、鬼越トマホークの酒井さんが田中裕二は死にましたと発言してTBS ラジオ出禁になる。当たってんじゃん。いや、当たってますね。当たってるわ、当たってるわ。あれ、出禁？出禁だよ、もう。出禁かもしれない。かも、可能性あるよ。だってもう、この間だって、俺の日本ゼロで、リスナーの住所とか読んじゃって。マジで？いや、ほんとっすよ、マジで。だから、マジでやばかったんすか？TBS ラジオから、日本放送に寝返ったのに、日本放送も出禁になってたから、本当に。もう、文化放送しかないっす。文化放送しかない。で、文化放送はお天気さんが最強だから。のりさんが毎日やってる。のりさんがもやってるからね。あれ、のりさん知ってますか。お天気ののりさんっていう、あの、小武家先生が、お天気ののりがやってる。小武家先生が結構ティーンが聞くようなラジオずっとやってるんですよ。はい、ティーンが聞くようなラジオって絶対バカにしてるよ。ラジオネーム小栗旬筋太郎、解散するザブングルの松尾が田中さんの代打で来るが、太田さんとあんまり話すことがない。
なんで辞めるのにわざわざここ来るんですか。で最後に悔しいです。悔しいです。悔しいです。松尾さんの方が言うわけじゃないからそれ。松尾さんの一番悔しいのはあいつだろうな。いやそうですよね。心残りありますね、芸能界には。いやーだから、うん、辞めるって聞いて、やっぱショックですよね。僕らもずっとレッドカーペットとか見てたんで。あ、そう、好きだった、はい、いや、まあ、好きじゃない、好きとかじゃないですけど、まあ、一応面白かったじゃないですか。ね、面白かったよ。でも、もう何が起こるか分かんないですね。はい、もう中田さんも西野さんも辞めちゃったんで。辞めちゃった。吉本大変だよな。だから、どんどん辞めるんじゃないですかね。どうですか、俺らタイタン。え？タイタン。ウエストランド辞めさせましょう。え？ウエストランドと交換しましょう。はい、あんな、M1 の歴史であんなに滑ってたの、ザパンチさん以来ですよ。あれ、事務所の、あれ、決勝出ない方が良かったですよね。そうだよな、チンコまで出してな。チンコ出してから出れたわけじゃないの。チンコまで出してから。チンコ出した聖夜は大出世して。そうだね。井口さんはね。チンコ出して、M1 で外してコロナになってんだから。ひどいよ、この間なんか恋愛バラエティショーみたいに出てました、深夜。あ、そう。はい。なんか合コンみたいなのしてましたよ。うん、M1 決勝行って出る番組ではないですよね、そんなね。またチンコ出したのかな。太田さん、あのね、ウエストランドより Q を押した方がいいですよ。9今めっちゃおもろいです。9めっちゃ面白いです。はい、フットの後藤さんがいつも寝る前に Q の動画見て寝るらしいですよ、うん、いや Q 玄人受けしてんだよ。いやそうです、ね、Q めっちゃいいっすよ。この間も佐久間さん、帝東のに話したら、うん、Q めっちゃ面白いよねみたいな話してたんで。佐久間って大したことじゃないだろあいつ。いやそんなことないです。でもあれでもいやだテレビの裏方で一番でかいですから、ね、そうですね、身長でかいです。身長が、ね、身長です。でも裏方のくせにさ、なんかシャシャリ出てきてさ、なんか変なヘリクスばっかり。さあということですね。はい。すいません。今日はウーチャカの役なんで。お前が言ってたけどさ。はい。すべての宛先をですね。女が言ってた。1078066 TBS ラジオ。太田さん、ダメだから喋っちゃう。今は。さあ、火曜ジャンク爆笑カーボーイ、爆笑問題カーボーイ。慌てすぎだろ、メールアドレスは爆笑 @tbs.co.jp です。太田さん、明日は明日は水曜、ヤングジャンク、山里亮太の不毛な議論です。それでは鬼越トマホーク、ありがとうございました。ありがとうございます。またウーチャカに一言。はい、ウーチャカ、今度山口萌え抱かしてください。